こんばんは。こんばんは。トムさんこんばんは。スージーさんこんばんは。皆さんこんばんは。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 今日もありがとうございます。こんばんは。間に合った。お、よかったです。こんばんは。トトさんこんばんは。皆さんこんばんは。ちみさんこんばんは。うん、ぶよさんこんばんは。皆さんこんばんは。今日は髪の毛ストレート？うん、ストレートじゃないです。一応巻いてるんですけど、うん、なんかそう巻いてるんですけどね。まあ黒いからここ服が星なんですよ、この服。また後で見せようかな。昨日も配信してたんだよね。そうです、昨日も配信してました。そう、こんばんは。ラッシャンさんこんばんは。7時過ぎですね。皆さん何して過ごしてたんですか？今日はなんかすごい天気良くて暖かくてね。そう、すごい暑くて。晩ご飯食べた？食べましたよ。私はもう、そう、食べてから基本配信をするので。そうそう、何時に食べたかな、もう5時半ぐらいかな、いや食べました。今なんかそう、準備してる時にね、ここにゴミ置いてあるんですけど、アロエブート食べてましたね。本日も美人リップありがとうございます。皆さんリップありがとうございます。そうそう、夜ご飯食べてから基本配信するので。そうそう、うん、っていう感じです。今日も見て1時間前から、ありがとうございます。ミクロ自炊しません。ママとかが作ってくれる。今日はグランマが作ってくれました。なんかそう、グランマがやっぱ今暇じゃないですか、特に。だからグランマがですね、なんかいろいろご飯作ってくれてる。こんばんにゃ、ありがとうございます。皆さん自炊はねできないですね、私。うん、リップかわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今日はね、配信しますってメールで予告っていうんですか、で言えたのでね、よかったです。そう、昨日は突然配信始めちゃったから、そう、来れなかったって方とか、そうそう、気づかなかったって方いたりとかしたんですけど、そうそう、今日は報告できたからよかったです。でもほんとね、すごい今日あったかいじゃないですか。そうそう、だからさっきお昼寝をしちゃったんですよお昼寝しちゃったんですけど、そう、私は結構何、毛布をちゃんとねかぶらなきゃね、寝れないんですけど、暑すぎて。そうそう、こんばんは。森岡さんこんばんは。そうだけど暑すぎて、そう、短パンで、上もなんか薄い生地のパジャマといいますかを着てですね、今過ごしてて。そう、暑いですね、もう嫌です、暑いの。ハート100個とか、ありがとうございます、ありがとうございます。そうそう、まあ、暑いですね。でも天気いいのはいいけど、暑いのは嫌だなと思います。今日暑いの、そうなんですよ、今日すごい暑くて。そう、もうなんか半袖の服とかね、いろいろ
そう、でも、もう本当にね、ずっとお家にいるから、そう、グラマもずっとキッチンにいますね。何かしら作ってるし明日の食べるものとかもなんか話してます。明日は何々だよっていうね、まあ明日の料理とかはもう決まっちゃってるっていう。そう、なんか私はお昼起きて、そうそう、お昼ご飯みんな食べてる時にもう夜ご飯の話するんですよ。そう、夜ご飯は何々食べるからねみたいな。そう、本当に食べ物です。こんばんは、ももいぬさん、こんばんは。そう、ほんとそれからずっとキッチンに立ってますね。そう、何かしらもうほんとキッチンにいるからずっといい匂いしてます。うん、そうそう、今日もなんかそうお味噌汁作ってたりとか、そうそう、すごい作ってくれますね。明日は、明日はなんて言ってたかな、明日はなんかだよって言ってたんですけど忘れちゃったそうそう、もうなんかお腹いっぱいなのにね、次のご飯の話されてもあんまりお腹空かないから、そうそう、あれなんですけど、でもいつもいい匂いしてますね。そう、私も食べたいけどそんな、そう、食べれないから。でもしじみのねお味噌汁をね作ってくれるんですけど、そう、まだ飲んでない。私はさっき飲むって言われたんですけど、いらないって言っちゃって。あ、スーパームーンさん、こんばんは。そう、ほんと基本なんか食べてる話ばっかり。ね、星ちゃん、こんばんは。あ、初見さん、ありがとうございます。ありがとうございます、コメントもありがとうございます。そうそう、そうなんや。あと何作ってたかな、なんかちゃんはね、NG ワードなんだね。なんだろう、苗字ですか、え、なんだろう、 NG ワードなんだね。 NG ワードですね。欲しいなっちゃってる。そうそう、服欲しそうです。欲しいです。欲しい、あとどこ、欲しい、ここにも欲しいがついてます。そうそう、珍しいですね、私欲しいは。そう、なんかね、グランマが作る料理で、私ビーフシチューが好きなんですけど、そうそう、すごい美味しいんですよね。星ちゃん初見だって、ありがとうございます、見てくださってありがとうございますそう、ビーフシチューが一番好きなんですよ。そう、あとはなんだろう、この間はビーフシチュー作ってくれたり、あとなんだろう、コーンスープ作ってくれたりあと何作ってくれたかな、ね、なんだろう、いろいろ作ってくれてる。なんかマカロニサラダとかもなんかいろいろ作ってくれてます。でも煮込み系が上手かな、グラム。うん、美味しいです。そうそう、明日から仕事休みだから毎日あるみたいです。ありがとうございます。 おやすみ、あ、そっか、ゴールデンウィークですもんね。うん、ありがとうございます、嬉しいです。そうそう、そうね、ありがとうございます。皆さんもゆっくり休んでくださいね、お休みは。もうほんとね、外出れないからもうお家で何かしら過ごすしかないのかな、やっぱり。うん、自分ももうずっとお家にいるから。そう、今日もね、あの AirPods をね、そう、一日中探してました。見つからなかったです、もう諦めますどっか行っちゃった。あ、テロップ出さなきゃ。そう、 AirPods ね、もう見つからないのでもう諦めます。新しいの買おうかな。ちょっと待ってくださいね。よし、テロップ出せました。よしよしよし。そう、でもエアポッド探してたから諦めちゃったのか。そうなんです、諦めちゃいました。でもなんかもうグラマがそう買ってあげるよって言ってくれたんでそうそう、もういいやって。なんか本当にここまで探してないから、もうなんか
もうえって感じなんですよね。そうそう、部屋中探しも、で今日なんかグランマとかママがなんか掃除してて片付けしてたんですけど、それでもなかったんで、もういいです。でもなんか iPhone を探す機能で見ててもずっと場所同じなんですよ、変わんないの。だからもうなんかあるんですけど、きっとどっかには、でも本当に心当たりなくて。そうそう、だからもう新しいの買ってあげるって言われたんで、もう買おうかなって思ってます。そうそう、そうっていう感じ。でも欲しいって言ってたじゃないですか、 AirPods Pro 新しいの。もうなんか AirPods もなんかよく落とすんですよ、ボト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 。なんかもう傷まみれだし、なんかもう古いから、そうじゃないの、 AirPods 古いので、もう新しいの家にあるから。そうです、家のどっかにはあります。外出てないんで、家のどっかにはあるんですけど、もう見つからなくて。でもなんか私は言ったじゃないですか、紐状のイヤホンが好きじゃないって言って。そうそう、私は充電しながらイヤホンをつけてたいんですよ。だからそう、効率悪いと言いますか、紐にするとなんかすっごい嫌で。そう、違うなんか Bluetooth でつなげるイヤホンあるんですよ、こうなんかこうやって耳つけるやつもあるんですけど、その充電器がどっか行っちゃったから。そう、多分探してあるんですけどね、どっかある。ミクピー、あ、こんばんは、いつもありがとうございます。ハート100個受け取ってありがとうございます。そうだから、多分新しく買ったら見つかるかなと思うので、まあ、AirPods 新しいの買います。買って出てきたら、まあ2台持とうかな。でも新しいのは欲しいって言ってたのでね、音もいいし、ほんと名前入れられる機能がね、羨ましいんですよ。なんていうんですか、ケースに。そうそう、だからまあいいやって。見つからないんですよ、同じ場所にずっといるんですよ。次は紐つけとけ、そうケースつけます、ケース。そうケースもともとね、あ今手元にないですね、ケースもともとつけてたんですけど、よく外しちゃう人間なんですよ私は、ケースを。そうだからもう次からはケースをずっとつけてます。いや、そうなんですか、ニンニク。そうだから、私はもうなんかどんな風に入れようか決めてるんでしょ。そうそうそう、その AirPods 本体に入れられるじゃないですか、どういうなんかなんて入れようかってもう決めてるんですけど、グラマがもうグラマが買ってあげるから、グラマって名前入れてよって言って言うんですけど、私は嫌だって絶対嫌だってそれならいらないって言ったんですけどそうそうそう、ニンニクって3回叫んで、ニンニクって叫んで、その場で叫んだら出てきてくれるんですか、やっぱ。それとも探しながらニンニクって言うんですか。本当に、でもね、見つかってほしいんですよ本当は。でもそんななんか、ね、家の中にあるのに新しいの買うのは嫌だなと思って。そうだからあれなんですけど、本当にない、ちょっともう一回後で探そうかな。でも本当にグラマが昨日配信終わった後もずっとなんか探してくれてて、今日もなんか探してくれてました、ずっと。そうそう、あんま納得いってないみたいです、グランマ欲しい、あらかわいそう、かわいそう。いやグランマって入れたくないじゃないですか買ってくれるのはね、グランマでもね、自分のイヤホンなのにグランマって入れるのは恥ずかしい。そうか、自分はもう入れたい名前じゃないです、なんていうの、入れたい文章っていうの、単語は決めてるので。そう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 、でも自分の名前は入れたくないのでね。そう、自分の名前入れちゃった時にね、拾われちゃったらね、買ってもらっちゃに出てきますよね。だから買います、もう買っちゃいますもんそう、しかもなんか洗濯機の周りとか、絶対洗濯機のこのさすがに名前入れたらグランマ愛が強い、グランマ好きなんですけど、ちょっと名前を入れるほどではないですね。そう、名前入れるほどって言ったら変だね、その名前をグランマって入れるね、あれじゃないよね、好きですよ、それはグランマは好きですよ、もちろん。あれがグランマ会ってくださるありがとうございます。遠足3番こんばんは、ありがとうございます。そう、しかもなんか私は言ったじゃないですか、AirPods Pro、 AirPods Pro か、あスイッチって言ったじゃないですか、なんかスイッチまたなんか新しいのが出るみたいな、海外で噂されてるみたいで、知ってますか皆さん。そうだから私はもう買うのをですねやめました、
AirPods じゃないですね、あの何だっけ、スイッチ、そうそうそう。なんか今抽選ありますよね、抽選がいろいろ抽選があったりするみたいなんですけど、もうなんかうん探しもう、うん、ママはなんかちょくちょく見てくれてるんですけど、ネットで、そうそう。けど自分はもうなんか新しいの出るなら、さすが新しいもの、そうです、私はもう新しいものが大好きなので、そう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 大好きそうなんですよ、大好き、何でも新しいも欲しくなっちゃう。びっくりした、なんか緑のなんかテロップの上に重ねなんだろうと思ったら、それを2日間配信ってことですね。そう欲しい、いや、そう。でもなんか抽選はなんかママがなんか申し込みしてくれたみたいなんですけど、まあ当たったら当たったでいいんですけど、まあ外れちゃったらもう次なんか新しいの出るみたいな噂されてるから、なんかそれでしようかなって思ったりね。でもなんかよくわかんないでしょ、なんか2なんかどういう感じなんだろう、進化してますよね、何でも進化したものが欲しいそう、緑の星が並んでる、ドクサっぽい、あ、なんか出てきたやつかな、びっくりした、なんかあれなんだろうと思って、スイッチ欲しいわね。私はもうまあ携帯で別に、うん、あれだけど、この七七さんってウニさんなのかな、あ、わかんない、ウニさんちょっとあんまり目移したくないんですよ、今日アイラインがあんま太いですね、まあ、アイラインこっちうまく描けたのにこっち太いんですけどそう、太いっていうか嫌ですもん、アイライン嫌そうそう、何でも流行りに乗っちゃう。でも本当に、でもなんか私ってなんか何かしらをね買ったらね、なんか最新のものが出ちゃうので、なんか AirPods Pro 買ってなんか進化したらどうしようと思ってて、そうだからバレた、バレましたよ、なんかもう変えすぎて、何でそう変えるんですか、もうウニって名前にしといてくださいよ、解けました、ミクロアンテナ角度一緒ですか、あ、じゃあこっち、なんかこっち向けて喋ろうと思ったんですけど、なんかコメントはこっちだからこっち向いちゃう、そうそう、なんか角度詐欺みたいそうそうそうですね、皆さんありがとうございます、来てくださって、そうなの、あ、そうか、最新のものの話ですね、何でも配信の最新のものチェックしちゃうし、そうそう、でも昔ほどそんな最新のものが欲しいとは思う、トロに名前変えます、あ、ミオちゃんの好きな食べ物かな、どんなかな、ありがとうございます、そうそう、ああそうですね、でも昔ほどでもそんな最新のものが欲しいとは思わなくなったけど、なんかまあなんていうんですかね、電化製品っていうんですか、こういうなんていうの、携帯だったりとか、なんかそういうものは最新のものが欲しくなっちゃいます、そうそう、チェックしちゃいますしね、なんでも自分も最新のね、なんでもなんか古いの持つよりも最新のものがいいですよね、そう、なんか携帯とかもね最新のもの出て我慢するんですけど、なんか結局欲しくなっちゃうから、そう、なんかちょっと遅れて買うんですよ、買っちゃうんですよ、そうそう、なんか予約とかはあんましないそう、あ、ちょっとなんか流行に乗ってても買うの遅いっていう感じなんですけどね、うん、そう、わかるね、でも最新のものがいいですよね、携帯とかもね、ブックオフにはいかない系でしか、ブックオフってなんかいっぱいなんか売ってるとこですか、こんばんは、ピンカメソ、こんばんは、いつもありがとうございます、ブックオフ、私は安さを優先する、あー、コスパですか、コスパ、自分はもうなんか欲しいもん見つけたらすぐパパに連絡します、これ欲しいってすぐね、そう、何でも、もう何でも、でも本当に新しいものは好きですけど、ちょっと出遅れるんです、何でも出遅れちゃうんです、自分、何でも、物じゃなくても何でも出遅れるそうそう、けどね、あの、何、何か欲しいものあったらすぐママに連絡をします、
中島こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。すぐ買ってくれる？まあなんかいいよって言ってくれたものには、なんか毎回 LINE で言うんですよ、これ欲しいって。でなんか OK みたいなスタンプ来たりとか、なんかなんか変なスタンプ来ます、なんかニヤとかしたなんかスタンプとか、もうそうそうそう。でなんか次の日とかにパパに会ったらなんか欲しいのみたいな話して調べてくれたりとか、そうそう、なんかこっちの方がいいよとかね言ってくれたりとかして、そうそう。こんばんは、あ、翔くんさんこんばんは。新作も結局すぐに次の、あ、そうなんですよね。買いたいもので揉めたことある？買いたいもので揉めたことないですよ。そう、買いたいもので揉めたこと、え、ないと思います。そうそう、ないかな多分。そう、何でも欲しいもん、パパ。だからパパと LINE はほぼ何々欲しい、何々買って、何々買ってきてばっかりかな。変な時はダメなのかな、なんだろう、変な時はって。パパはミクロに甘いんだね。そうかな、どうなんだろう。でもなんか何でもパパがなんか勝手に買ってきたりとかするんですよ。そうそう、あ、以前も言ったじゃん、服を勝手に買うとか、何かしら勝手に買うので、そのママとかにね、なんで買うのって怒られたりしてますけど、そうそう。でも大体そういう、何、この何、新しいスマホの時もパパがいいよって言ってくれたし、 AirPods とかも、そう、自分はずっと紐のものを使ってたので、そう、今流行りは AirPods なんだよって言ってなんかポンって置いてあったりだとか、そうそう、なんか以前言った通り、あの雑誌とか置いちゃって、これでなんか、あ、何、メイクの勉強しなよとか言ってベッドで置いてたりとか、なんかベッドによく置いてくれてますね、いろんなパパ優しい、うん、優しいですよ。そう、だから毎回ママに言われてます、なんで買ってくるのって。そうそう、この間はなんかユニコーンのぬいぐるみを妹に買ってきてあげてて、買ってきたのか、何なんでしょう、わかんない、最近パパに会ってないんですけど私。そうそう、そうそう、ユニコーンのぬいぐるみが置いてあってね、ピンクの。そうそう、妹喜んでましたよ。なんで買ってきたんだろうと思います、もう。それ、ユニコーンみたいな、可愛いですけどね。そう、そこに置いてあるんですけど、パパ昔持ってたね。いや、まあ、どうなんでしょう、パパの昔の話はあんまり興味がないそうそう、パパどんなんだったんでしょうね。あんまりそういう話ママとしないんですよね。パパ昔どんなんだったのとか。そうそう、それか多分聞いてても忘れてるか、どっちかママの昔の話とかはママなんかあるじゃないですか、ママ昔はみたいなあるんですけど、パパはそういう話ないかな。うん、パパと何の話するかな分かんない、パパとの話すことなんでしょう、なんだろうな、何喋ってんだろう。ほんと物の話かな。パパは年中、そうですね。でもなんかベッドに置くのいいんですけど、あの袋がカサカサするんで、それで目覚めちゃうんですよ。そう、だから置くならなんか違うとこに置いてほしいとか思っちゃうけど嬉しいです。そうそう、この間もなんかガサガサ言ってて、それで目覚めちゃって、そう起きたっていうことがありました。興味持ってあげて。パパね、パパね、パパの昔の話、皆さんやっぱあれですか、自分のお父さんとかお母さんの昔の話って興味あるのかな、どうなんだろう。私はパパの昔の話、わかんない、なんだろう、わかんないママの昔の話は聞きますけどね。なんだったっけ、そうそうそう、あ、でも私あのパパのせいであれなんですよ、クリスマス嘘だって気づいたんですよ。クリスマス嘘だ、そのプレゼント嘘だってことに気づいちゃったんですよ。パパのせいですね、あれは。まあ私、まあそんな別にずっと信じる話でもないですけど、でもなんか結構私は早めに気づいちゃったそうそう、いないじゃないかってことにね。せっかく買ってきたのにパパそんなんだね。え、でも嬉しいですよ。そうそう、この間もその雑誌に2冊置いとったりとか、あとなんだろう、なんかいろいろ、サンタさん、そうそう、
サンタさんいないことにですね、あ、パパのせいで気づいちゃったんですよ。そうそう、だからその次の日にあのプレゼントをね開けてね、あの言いました、サンタさんいないんだねってじゃあ可愛いからお父さんお母さん美男美女かな、いや美男美女じゃないですよそんな美男美女ですって。でも自分はやっぱり自分のママとパパなのでそりゃ思いますけど、けどなんかそんな皆さんの前でなんかそんな、そうです、すごい美男美女なんですよねってとは言わないです。でもあれですよね、授業参観とかでね、周りの子たちが自分のママを見た時とかに綺麗だねって言ってもらえるのはすごく嬉しいですよね、うん、そう。でも本当にパパのせいでサンタさんいないことに気づいちゃったし、そうそうそう、だからおっちょこちょいなんですかね、わかんない、おっちょこちょい。でもまあいつか気づくことじゃないですか、いないってことはね。そうそう現実的な話にしちゃった。そう本当に、だからどうも美男美女の娘、いやダメです全然美男美女じゃないですよ。そうそう、どうなんだろう、でもうんうん、でパパはなんかすごい、なんていうんですかね、いろんな服だったりとかいろんなことに気をつけてる人っていうんですか、多分私より女子力高いんじゃないかなパパはだからこんなに可愛いんだからもうきっと着るの、いや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 、でも似てるかな、すごい似てるとは言われるんですけどね。そう、でも私はがね、あの何、サンタさんいないことに気づいちゃったじゃないですか。そうそう、あのガサ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 してたんですよ、その時もプレゼント置いてる時枕元にね、ガサガサ言うから、それで目を覚めたらねパパがいるっていう、だからやばいと思って寝たふりをしたんですけど、だから妹にプレゼント置く時はね、あの枕元に置くのをやめてますよ、ガサガサ言っちゃうからそうそう、学んだっていうね感じです。そうそう、みんなが言うなら美女の、いやいやいや本当に全然でもなんかママもちゃんと何、おしゃれしてるって言い方はちょっと変ですね、なんて言ったらいいんだろう、なんでしたっけ、なんかネイルしたりとか、なんかいろんな、自分もこういうことしたいなって思うことママいっぱいしてるので、その何ネイルだったりとかね、いろんななんか服装だったり身につけてるものだったりとか、そうそういいなって思います。ゼロポジ覚えましたか、ポジションですか、ゼロポジわかりますよ、やばいなってことは自分らはそんな素敵なことしてるポジティブですね。いや、しかもなんか買ったプレゼントの中、なんか箱の中にあのその絵を買った場所がですね、あの載ってる、なんていうんですか、領収書じゃないですね、なんていうのかな、いうの保証書みたいなの入ってて、そうえみたいな、もうバレバレみたいな、怒りました、もうバレバレなんだけどって言って、今日の服も可愛い、星いっぱい、そうです、ありがとうございます。そうでもね、じゃあなんかママとパパの話だったら、まあ授業参観とか、まあ、なんか本当に何ですかね、大事な集まりっていうんですか、集まりっていうのかな、そのだから学年全員、あ、ゼロポジ、番組か、番組の話か、番組かゼロポジね、番組ですね、え、番組ですよね、ゼロポジってポジションか、番組ポジションかと思った、最初普通におもちゃ行って好きなもの、保証書かな、あれ何なんだろう、分かんない、私その時に何を頼んだかって言ったらね、あれ何だったっけ、あの iPodiPod? 音楽聴くやつあるじゃないですか。そうそう、あれは私が、え、いつだろう、小学校の、私いつそれに気づいたんだろう、小学校ね4年生とかなのかな、3、4、5ぐらい、え、わかんない、いつだろう、でもほんと小学生の時にそれをもらった時に、そうそうそう気づいちゃいましたね。まあでも全然ショックでもなくあ、いないんだって感じだったけど、
そうだけど、そのなんていうのかな、学校の説明会といいますか、その学年のお母さんたち全員が集まるとかの時に、あの集合時間には全然間に合ってるんですよ。むしろ別に集合時間全然早くね、あのママ来てくれてたんですけど、あの他のお母さん方がねものすごく早く来すぎて、すごいママが最後の方みたいな感じになっちゃったんですね。でなんか自分たちが座ってる後ろで担任の先生が立ってて、名簿に丸をつけるんですよ、私の名前の隣に来ましたよってことを親がね。そうだけどもう私ママが全然来ないから、なんか学校で迷っちゃってんじゃないかと思って、そうそう、ママ結構なんか番号と私の番号を出席番号とか結構忘れちゃうので、いつも何番だっけって聞いてくるんですけど、なんか場所忘れちゃったのかなと思ってでなんかそしたらなんかクラスの子がなんか、あれお母さんじゃママじゃないのみたいな、そうですよかったです、あよかったです、そうお母さんじゃないのみたいな、ママ来てるんじゃないあれとか言って、なんかすごい私のママをみんな見ること楽しみにしてるんですよ、どんなママか気になるみたいな、なんかそんなに期待されてもって感じじゃないですか。しかも私あの出席番号がね、まあ皆さん名字わかるじゃない、キーだからすごい早いんですよ、どちらかといったらもう前半、ものすごい前半なので、もう何百人もいる中でね、あのなんていうんですか、子供の頃のiPod か、そう iPod でしたね、他なんかちっちゃい、本当に幼稚園の時はね、なんかリカちゃんのでっかいお家、もう超大きいお家をもらったことがあります。そうそうそう、そしたらなんか私よりも先にみんなが気づき始めて、あれお母さんっぽくないみたいな、ミクロのママっぽくないみたいな、私はパッチみたいなママで、そうで出席番号が前だから、そうブワーってマイク置いてくるじゃないですかね、ママがやだーみたいな、もうなんかね、なんかママ遅かったのみたいな感じで、そうそう、だからみんななんか、あ当たってたみたいな、そうママ何かしらなんかなんて言うんですか、三者面談と か, なんかあるじゃないですか、学校に行かなきゃいけない用事と か, かそういう時もなんかやっぱ学校なので、どちらかといったらなんか地味な服って言ったら変ですけど、なんか抑えめな服、なんて言うんですか、なんかわかりますかね、皆さん言いたいこと伝わるかな、そうそう、そんな黒い服とかなんかちょっと地味な感じの服をね、あの着た方がいいと思うんですけど、あの全然私が言うんですよ、ねえねえって派手なんだけどママって言うと、なんかえこれなママなるべく地味な服着てきたのにっていうのが毎回かそういう会話をしてますけどね、そうなんかかっこいいおしゃれです、派手なんですよね、なんかファーとかなんか着たい、派手、私からしたら全然普通なんですよ、だけどやっぱ周りの、まあ、なんかこんなこと言っちゃったらあれですね、でもなんかそうファーを着たいなとか、そうなんか靴が赤とかそうそう、ヒョウ柄のヒールだったりとか、ヒョウ柄のヒールって言うとちょっとなんか大阪みたいな感じかな、どうなんだろう、分かんない、ヒョウ柄ってなんか大阪のイメージがあるんですけど、面白いかな、しかもなんかそうそう、毎回ママが言うのは、え黒いワンピース着てきたよっていう、だからママはなんか黒いイコール地味な格好っていうか、おとなしい格好って思ってるのか、でも全然なんかもう髪色とかなんかお化粧とかなんかもうなんか全体的に全然あ地味じゃないんですよ、そうそうそうなんですよね、どうかな、なんかどうなんだろう、そうそう、毎回ね、毎回私より先に周りが気づきます、あれママじゃないみたいな、しかも同じ香水の匂いがするので、多分それで余計ね、ママなんかうんあれなのかな、目立ちますね、ママはそうそう目立ちますね、自分の学校はなんかママみたいな感じの方、ママみたいな感じの方っていうとあれかな、何て言うんだろう、なんかうんなんかいる、まあ、いるんですけど、なんかママはそうが目立っちゃうみたいで、なんでですかね、それなんか私のママだからなのかな、なんかわかんない、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんかもうそうなんですよ、あんまなんかさペラペラ喋れないけど、そうそう、しかも私ジャケットのボタンをめちゃめちゃ派手やんか、えそんなことない、もう見せてあげたいけどそんな見せれないじゃないですか派手じゃ、私からしたら全然派手じゃないんですけどね、うん全然なんかいつもママって感じなんですけど、やっぱりなんかそういう集まりだとかなんかそういうのだとちょっとなんか浮いちゃうっていうね浮いちゃう
そうそう、ですからしたら全然普通、むしろもうみたいな感じになりたいって思います、私も。うん、あの通った後にそう同じ香水つけてるからね。で今もさっきもね、香水、私なんか配信前になんか匂いをね、なんか香水っていうかなんかハンドクリームとかつけてなんかいい匂いにして配信してるんですよ。誰も別に匂い嗅がないのに。そうそう、さっきもつけました。なんか何のやつつけたかな、なんかそうそう、マーク・ジェイコブス、ジェイ、なんだっけ、ジェイコブスの香水をつけたんですけど、そう香水ほんと好きだからでも大体なんかママと同じような香水を使ってるかな。そう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 ですね。しかもなんか三者面談の時にその若い先生が多いんですよね。そうそう、だからどちらかといったらなんていうんですか、先生の方も結構親しく何話しかけてくれる先生がものすごい多いんですよ。そう、三者面談の時もなんかうん、なんていうのかな、そうそう、だからなんかちょっと先生と自分のママがなんか話してるの嫌ですよね。その仲良しそうに、仲良しそうにっていうかなんかえみたいな、ママと先生がみたいなえでもこの香水はどうだろう、握手会で、うん、でもこの匂いはね、リカちゃんとかがいい匂いって言ってくれたんですよ。そうそう、ハンドクリームは、あ、これ化粧下地でした。ハンドクリームはもしかして何々の妹、あ、違いますよ、私姉の方です、姉の方ですって言ったら変ですね、私お姉ちゃんいません、名字が一緒のだけです。そうそう、これこのハンドクリームを使ってます。ぜひ皆さんハンドクリームなんかそうそう、プレゼントするときとかいいですよ、めちゃめちゃいい匂いです。なのでこれ握手会でつけますので、私の握手した後に多分匂い嗅いだらいい匂いです。そう、しかもなんかママと先生が仲いいから、廊下で待機してた時に寒いからなんか何、談話室みたいなとこに案内してくれるんですよ。もうそんなしなくていいからみたいな、ちょっと前髪が、あ、なるほど、失礼しました、全然大丈夫です、愛知の、ありがとうございます、兄さん。なんか固定したいですね、このコメント、なんかテロップじゃなくてなんかコメント固定みたいにできたらいいのに。ショールームはそういう機能が、そうなんですよ。だけどね、結構最近あんま聞かれなくなったけど、そうそう、私は6歳の妹がいるだけなので、親戚でもないですし姉妹でもないですし、はい、何も関係ないです。だからハンドクリームなんか誰かにプレゼントするときとかでも多分なんか女性なんかプレゼントするときはね、ハンドクリームもらったら嬉しいと思いますよ多分私はハンドクリームとかすごい好きなので、そう久々に言われました、そう久々に言われたそう、未だになんかあれなんですかね、思ってる方いるんですかね、どうなんだろうでもなんかね、あれですよね、なんか聞いてから言ってほしいですよね、いろんなことを。なんかそう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 、しなんかそうそう、何の話してたっけ、あ、学校の話で、そうそう、ママだけ談話室に案内してもらえて、寒いですよねみたいな、先生がえみたいな、その優しさはどこみたいな、それにしても可愛いね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。返しが上手になってる、そう、なんかもう聞き慣れすぎてね、そうそう、聞いてもらうのはいいんですよ全然。そうそう、なんかね、聞いてもないのになんか勝手にね、なんか姉妹じゃないかって言われると、なんか相手の方にもあれじゃないですか。そうそう、だから聞いてくれた方が私は嬉しいです。はい、
ほなビッペ、そうなんか急にえみたいな。他のお母さんたちも廊下で待ってたんですよ、違うクラスの子とかもね。なのになんかママだけ案内してもらってて、そうそうえみたいなえみたいな。しかもなんか先生たち通るたびに知ってるから、なんかあどうも久しぶりですみたいな、あ始まったみたいなそうそう、そんな感じです。何も知らずに申し訳、全然全然、聞いてくださってありがとうございます。聞いてくださった方が嬉しいです。そうそう、そう、なんか最初の時になんかブログとかに書こうかなと思ったんですけど、そうそう、あの結構言われてたみたいなので、そう言ったの違います違いますよ、ただ仲いいだけかな先生たちから。私、まあ、若い先生が多いので、どちらかといったら私たち生徒もなんて言うんですかね、気軽に先生たちに絡みすぎなんですよね多分。どの年齢層の先生ともなんか気軽にみんな話しますよ。そうそう、そうだけどこの名字はなんか自分から言うのもあれかなと思ったので何も言わなかったんですけど、でもこうやってショールームでね、あの質問してくださったりとかするので、そうそう、少しずつなんか誤解と言いますか違いますよっていうことが報告できてるので嬉しい、嬉しいというかいいですね。そうそう、あ1589人ありがとうございます。そうなんか昨日ね終わった後にあの1000フォロワーさんが1836人だったじゃないですか。そうだからなんか5月中には目標の2000人いけたらいいなって思っててですね。研究生って何人ぐらいいるの、11、あ10期生は11人です。そう、ミクラママはミク自慢のママですよ。でも毎回ね、名字の多さはランキング8、それは何位中の82なんですかね。82、82だったら、あそれはないですねどうなんだろう。けどよくねあの言われるのは、本当に私がママのことを好きだっていうことをね、あの先生たちが言うんですよ。ママに本当にあのニクルはお母さんのことが好きでって言われるんですよ毎回。言わなくていいよって恥ずかしいそうそう思います。何かしらなんかママがねあったらもう私も嫌だ、ママについてくって、なんて言うんですか、そうそう、なんかママがなんかママがそうそう、なんか自分の部屋行くってなったら私も行くって言ったり、なんだろう、なんか今後ね自分が一人暮らしとかすることになったら、そうそう、ママと私は一緒に住むってそうそう言ってる。そうそうそう、それくらい。そうだからなんかそういう話されるじゃないですか。でママ毎回泣くんですよ。しかもほんと毎年言われるんですよね先生に。本当にあのめくるわって言って、あのお母さんのことが好きでって毎年言われるんですよ、ま、私からしたらね反抗期、まあ反抗期はありました。私すごい反抗期早かったんですよ。そうだから今はどうなの、今でも反抗してんのかな、どこからが反抗期なんですかね。でも私の反抗期はね長くて、そうあの手紙、あ手紙ちょっと片付けちゃった、あの以前言ったじゃないですか、中2の時に学校でそのなんか行事っていうんですかね、なんかお泊まりっていうか、なんか会った時にですね、あのサプライズでお手紙をもらったんですけど、その時もママがお手紙で、あのちょっと反抗期が長くてって言って、家族みんな困ってますって書いてあったのが、そうね、一人暮らしじゃない、でも本当に私多分一人でも暮らせないので、でもママと私一緒にいたいので、そう、でも本当になんかぶっちゃけた話をすると、あのそうそう、ママが病気とかになっちゃったらどうするって、なんかあるじゃないですか、ドラマとか見た時とかになんか急になんかやっぱり死にたくはないじゃないですかだって人間、そうそう、だからそういう時どうするみたいな言ったら、もう私のママのところに一緒に行ってって言うくらい。ただあ一回あります、ちょっと
そうそうそう、中二かなんかの時にパパ来て四者面談だったからね。四者面談でもその担任の先生と全然 パパもなんか普通に喋っててなんかうんみたいな、うんって。そんなに反抗期でした。泣くの、そう泣く、ママ涙もろいんですよね。でもやっぱ嬉しいじゃないですか、多分ママとしては。そんななんかママ嫌いママ嫌いっていうより多分ママ好きっての方が多分嬉しいかな。そんなに反抗してたの今べったりのか、なんか好きなんですけど反抗はしてました。でもなんか反抗期ってそうじゃないですか、なんか別にこういうこと言っちゃダメだって分かってても言っちゃうじゃないですか。で後から後悔するっていうのが反抗期じゃないですか。どうだろう、私は結構多かったです。あ、言わなきゃよかったって思ってたりとか。4社面談したことなかったな。うん、私3社面談すごい嫌だったんですよ。うん、2社がいい。そう、ママと先生が喋ってるのを私が待ってる方がいいんですけどね。こっちゃんだって、こっちゃん白井琴乃さんですか。会ったことありますよ、お話もさせていただきました。そうそう、コメント反映されないの。ええー、よかったらちょっと時間経ってからまた来てくださったら嬉しいです。反抗期はそんな感じだしねんけど。でもどんな反抗期してたんだろう、全然覚えてない。でもよく喧嘩してましたよ多分。全然覚えてない、もう本当に自分昔のこと全然覚えてない。なんだろう、パパともよく喧嘩してました。でママにいつもパパに謝っておいでって言われても絶対嫌だって言って謝らないって言ってましたよ。けどその後ちゃんと LINE で謝ってました。ごめんねって、でも OK ってくる、それが毎回流れです。私はでも混んでるかもね。あ、混んでるのかも、どうなんだろう。そうそう、何でも LINE ですね。もうダメなんですよね。でもね、なんかパパになんか直接ねごめんねっていうのがなんかその時はなんか恥ずかしかったんですかね。うん、今なら多分ごめんって言えるんですけど、ごめんって。そうだから私は挨拶しないので挨拶しないから、おはよう、なんか その時はねおはようとか、おやすみは言います。おやすみはおはようとか、あ、ただいまも言いますね。おかえりは言わないですおかえりは今でも言わないかなそうそう、どんな方でしたか。どんな優しい方ですよ白井さん。そうごめんねって、でもなんか一応なんか今日は何々しちゃってごめんなさいって打ちます。ごめんねだけだとあれなので、何々しちゃってごめんなさい、これとパパから OK ってこういうスタンプが来るんですよそれしか持ってないのっていつも思うんですけど毎回そうパパとのなんか LINE を見返すとほぼ同じスタンプなんですよ。本当に買ってあげたいスタンプ、なんかいいのないのかな。あとかね、そうそうそう、だからママにもごめんなさいっていうのには結構なんかやっぱ勇気が、ま、今は今もごめんなさいってあんま言ってないかも。でも多分ね、もっと大きくなったりとかして自分が母お母さんの立場とかになったら多分よりわかるのかと思うんですけど、今はやっぱなんか、うん。どうだろう、ごめんなさい、ごめんごめんは言いますごめん、ちょっと覚えてない、ごめんなさいっていうエピソードが最近見つからない。あ、この間は妹と部屋であのバランスボールを投げ合ってたんですよ。この4回目です。ありがとうございます、ありがとうございます、ラピさん嬉しいです、覚えてますよ。4回目ですね。昨日も来てくださいましたよね。昨日ん昨日も来てくださいましたよね。そうそう、バランスボールをですねあの投げ合ってキャッチをしてたんですけど、そうそう、あの私が投げたのをですねあの妹が、あの父の日っていつですか、次、あれいつだろう、私あんま分かんない、なんかなんちゃらの日って覚えてないんですよねそうそう、なんとなくママに言われるっていう感じそうそう、バランスボール投げ合ってて、で妹が私が投げたの全然キャッチできなくて、そうママに当たっちゃって、ママが携帯を自分の歯に落としちゃって、そう痛いって言って言ったの、それはごめんって言いました。
痛、本当に痛そうだったから、え、ごめんねって、まあ、その時の状況のなんか謝り方じゃないですけど、今ごめんなんてそんなんじゃないけど、あ、6月21父の日、あ、覚えときます。じゃあ最近はきっといい子してるの、え、どうなんだろう、日曜日でもね、ワブお仕事なのよね基本的に。そうそう、バランスボール、昨日はギリギリ。お勉強どうですか、辿ってるかな、どうだろう、なんか甘いもの食べたりとかして糖分をね取ってしてね、してくださいよ。そう、何の話だっけ、あ、そう、バランスボールを投げてて、そう、しかもママの携帯のケースってあのでかいストーンがいっぱいついてるんです、なんかこういうとこにバーって、だからもう歯に当たってすごい痛そうで、そう、ちょっと半泣きな感じでした。どれちます、そう、パパ忙しいんですよ、ちょっと全然ママと会ってない、あ、寝てるから私がそう、ね、パパと会っても私そんな喋らないので、あ、この間は昨日か、昨日はあの私がAirPodsを探してて、そう、パパがあの何、やっぱり私がAirPodsをなくしたことに気づいたんですよ。そう、だからベッドの下とかに落ちてるんじゃないのって言ってきたんですけど、ない、だから私アピールしたんですよ、最近寿命なんか充電の減り早いから新しく買えって言ってるのかなって、でアピールしてたそう、パパが気づきましたね。そう、パパね、なんかね、私がダイエットしてることとかも全然知らないから、なんかポンってね、コーラだったりチョコレートだったり置いとくんですよ。そう、シュークリームとか妹に全部あげてます。今日7時間、おお、お疲れ様です、お疲れ様です。そう、そんな感じ。いや、昨日もなんか家族の話多くなっちゃいますね。そうそう、なんかごめんなさいこんばんは、とマークさん、こんばんは、ありがとうございます。そうそう、何だったっけ、あ、そう、パパね、なんだろう、ええー、なもの他なんかあるかな。そうそう、パパね、そんな感じでアピールをねしてました。本当にエアポッツ見つかってほしいです。もう家族といる時間多いもんね。そうですね、今も家族と過ごす時間多いし。ワンバンコー、皆さんこんばんは、ありがとうございます。エアポッツ探す機能を使ってもいいとしか、え、そうなんですよ、そうそう、もうなんかもういいです、諦めましょう家族で盛り上げるのはきっといい子だし、いやー、全然全然全然いい子じゃないです。もうここにママ呼んでママとおしゃべりしたいですよね。そしたら多分私の素が見れるかなどんな子かわかるかな。けどなんかママあんま出演させない方がいいんですかね。でもなんだろう、ママ、そうそう、基本的になんかママと過ごしたいです。でも私が一番なんかあれの、そろそろ夜ご飯た、あ、夜ご飯ゆっくり食べてきてくださいね。え、全然全然、来てくださっただけでありがとうございます。本当にまた来てください、勉強頑張ってくださいね。ママ呼んできてママ呼びますかママね、声だけなら絶対恥ずかしいって言いますよ、ダメダメママね。で、私本当にママとよく写真を撮るんですね。そう、なんか本当に全然なんか大した出かけてる、大した用事じゃないお出かけでも結構なんかママとプシャーって写真撮って、でそのなんかさっき話したあの学年のお母さんたちとかも集まってる集まりみたいなのが終わった後にお買い物に行ったんですよ、ママと。その時もなんか写真をパシャーって撮って全然意味わかんない写真、そこ撮るみたいな、それ見てみた、ママがこうやって、あ、そうなんですか。え、じゃあいつかママ来てほしいね。にしちゃった、この間、あ、なんかそれ聞きましたね。ちょ、ママでも、でもママが言うのは多分わかります。やだ、みーちゃんって言います、絶対言うみーちゃんって言うので、ママやだって多分言いますね。うん、ママね、でもなんかいつかママ声だけでもさ登場
してくれたらいいですよね。でも何の話したらいいんだろう。今でしょ、今何してるんだろう、今何してるんですかね。ちょっとリップ薄くなってきちゃった。ちょっと待って、何してるんだろう。でもうん、たまーとね喋ってたら素が出てきちゃうからやめます。多分これよりもっと素が出ちゃう。そうそうっていう感じ。でもなんかママとね、なんかこうやって配信終わった後に、私は結構配信終わった後はあのお化粧取ってね、ママの出演したミクロの秘密をたくさん教えてもらおう。嫌ですよ、ダメですダメです。ダメですよ。そうそうそう、何の話してた、あれ何の話してたかな。まだってことないです。でもね、いつかママ配信、なんか始まった時は多分一瞬見てくれてます。多分どうなんですかね、わかんない。ママ何してんだろう。わかんない。多分グランマの方が配信見てくれてるんじゃないかな、多分。でもグラマは何かと配信をすることを楽しみにしてるので、毎回何時から配信するのって聞いてきます。そうそう、ねえ昔の写真、あでも多分フォルダありますよ、すぐそこに多分。そうパパにね言ったんですよ、ちっちゃい頃の写真送ってって。今聞いたら送ってくれるのかな。でも多分妹のお世話あるんで忙しいかな。えなんかちっちゃい頃の写真ないのかな。多分昔のちっちゃい子の写真は多分私本当にブサイクですよ。え誰ってなっちゃいました。ふふ。グランマ見てるね、それは。そうグランマは多分見てる。ちょっとでもなんかパパも何かと多分気になってるね。配信見てるかわかんないけど、そうそう、エゴサと言いますか、多分検索はしてると思います。すごいあの嬉しい、なんか言ってました、グラマはなんかもう血のつながった人がそういう業界って言っちゃダメですね、芸能人というかアイドルだったりとか何かしらなってくれたら嬉しいってことは本当昔から言ってたんですよ。そうそうそう、だから私がなった時はもう多分本当に喜んでました。でもねあのねグラマ結構なんか余計なことを一言言うんですよ、いつも。絶対可愛いです。全然、ちっちゃい子の写真パパに聞いたらあるかな、聞いてみますか、パパに今。私の小さい頃の写真、私の小さい頃の画像、パパ結構ね写真何でも残すとく、残してるので、私パパに LINE をしてみました。ママルンコメント入れてくれないかな、まあ見てないかも。そうそうそう、あのねグランマは、そう私この間ねグランマにグランマの話してもいいって言ったんですよ。そしたらなんかうんまあいいよって言ってくれたんですけど、あのグランマは性格がデヴィ夫人に似てるんですよ。デヴィ夫人皆さん知ってますよね、デヴィ夫人あのイテQなどに出ていらっしゃるあの方。そうそう、すぐ帰ってきたらそれはそれで怖い、忙しいかもね、わかんない、何してるんだろう。あパパに興味なさすぎて、私妹の方がパパっ子なので。そうそう、まあそうなんかグラマはデヴィ夫人にあの似てるんですよ、ドラマの話とかしてるよね。えでも本当に似てる、見た目も似てますよ、なんかもう雰囲気髪型なんかも似てるんですよ、本当に似すぎて怖い。雰囲気も顔もちょっと似てるんですよ、デヴィ夫人に。喋り方もデヴィ夫人って、まあ、なんかどちらかというとなんかアーターみたいな感じじゃないですか、ちょっとなんかきつい一言言うけどそれが面白いじゃないですか。でも結構そんな感じかもしれないです。
性格の悪さが似てるって言ったらダメですかね。うん、でもちょっとあれかな、優しいですよ、それ優しいけど、なんだろう、なんかちょっと一言余分なことが多くて、私がよく怒りますね、一言余分っていつも怒る私がって。そうそう、でも自分勝手なとこ似てるかな自分勝手なとこちょっと似てるかも。そう、私たちは家族だから、なんかもうそれが何グランマって感じなんですけど、そうそう似てますよ、本当に似てる、似すぎてびっくり。グランマもきつい一言言ってくるの、きつい一言なんて言ったらいいんだろう、別にけなしては来ないです、なんか太ったねとかブサイクだねとかそんなことはないんですけど、イラッと来る時も言えますよ、たまにもうって、そういう時は言いますね、本当にうざいって、うざいって言いますグランマにそう、でも本当なんか全てがデヴィ夫人です。でも自分好きですよ多分グランマはどうなんだろう、多分そういうとこ、なんかグランマに似てる性格の部分もあるので、私はデヴィ夫人ひどいわ。でもデヴィ夫人のあのキャラは本当に好きなんですよ、似てる分にはいいんですけど、多分自分のグランマがそういう性格なのはちょっとあれなのかな。で私デヴィ夫人好きなんですよ、そうそう見てます、今まで言われた中で強烈なのは言える範囲、わかんない、もう覚えてないけどなんだろう、ママとかに聞いた方がそういうの覚えてるかな、なんだろう、なんだろうな、なんだろう、なんだろうわかんない、強烈な一言、強烈なのはでもなんかでかいは、なんか小さいのがいっぱい、ちっちゃいことコメント届いてないんですかね、一旦できました、あーぜひまた来てください、ありがとうございます、ごめんなさい、なんかコメントでも本当に、でも私グランマとは仲いいので、そうそう、そのやりたりも日常すぎて、そうそうそう、たまにだったら覚えてるかもしれないんですけど、結構なんか日常、あーでも言ったじゃないですか、あの自分が作ったものを食べるまでずっと食べる食べるって聞いてくるって言ったじゃないですか、そうそう、私は寝起きってそんなにすぐ食べれないじゃないですか、でも私は起きたらすぐにあの顔を洗顔して、あの化粧水つけてマッサージして歯を磨いて体重を測ってとか、なんかちょっといろいろあるんですよ、なのになんか何々食べるって聞いてくるんですよ、だから私が今お腹空いてないからいらないって言うんですけど、5分後ぐらいにすぐ、ま、食べるって聞いてくるんですよ、食べるって私が言うまで永遠に食べるって聞いてくるんですよ、だから結局食べなきゃいけないんですね、そうなんですよ。で、あ、そう、あのね、私あのおにぎりの話いいかな、おにぎりをね、ラップをつけて私はおにぎりを作ってほしいんですよ。ママのおにぎりしか、こう素手で作ったおにぎりっていうんですか、なんていうの、素手でって言ったらちょっと言い方あれかな、普通に作っ、ママのしか食べれなくて、そうグランマのおにぎり食べれないんですよ私。そうそうそう、そういうとこ潔癖なんですよ、あ、同じペットボトルとかはあんま好きじゃなくて、そうそう、同じ箸を使うとか同じペットボトルを飲むとかあんま好きじゃなくて、お寿司とかも嫌なんですよ、お寿司も素手で握るじゃないですか、あれも嫌だし、カレーのなんとかも素手で作ってらっしゃるじゃないですか、あれも嫌だし、いやダメですよ、グランマの素手はダメ、グランマの素手と言いますか、なんか嫌なんですよね素手は。そう、なんかいつもラップをつけ、ママにも、もうなんか、でもママ、なんか私あんま好きじゃないです。潔癖症、そうだ、潔癖症ですね。あんまり好きじゃない。みんなでなんか回して食べるとかが。で、ママにいつも言われます。もしテレビ出た時に、って、お寿司出てきたらどうするのって言われたから、もうそれはもうどうしようって喋ってた時はありますよ。でも本当にダメなんですよね、そうそう。寿司なの店でも食べれないってこと、あ、そうですそうです、食べれない、同じペットボトルもあんま使いたくないけど、だからみんなが一口ちょうだいっていう時はうーんってなりながら思ったりとかしてます。あと同じ箸とかも使えないし、あとあんまり外でのコップも嫌なんですよ、スプーンも、そう洗ってるけど嫌なんですよ、だからマイスプーンとかを持ち歩こうかなって思ってるぐらいです。これ、あ、長崎くん、ありがとうございます。
機械で、そう機械手袋してほしい、みんなみんな手袋しませんかって感じ。ほんと素手はダメですね。そうそうそう、お寿司え、なりますなります。もうやだ、気になっちゃう、その、うん、同じね、あのスプーン回らないん、高級なお寿司屋さんは私は嫌です。だから違うもん食べます。でもお寿司しかなかったらまああれですよ、私は行かないって言いますよ。行かないって、そうそう、それくらい嫌なんですよね。素手だったりとか、何が入ってるか分かんないじゃないですか。何が入ってるって言ったら失礼かもしれないけど、なんかちゃんと手を洗ってますよ、もちろん消毒とかもしてると思うんですけど、握手も手袋、いや握手はしますよ全然。逆に回転寿司なら、そう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 、だから回転寿司はなんかまあ妹とかやっぱ好き、楽しいじゃないですか回転寿司って、やっぱだから行くんですけど、 それなら大丈夫。同じ名字ってことは、あ違います、ただ名字が一緒なだけです。そうダメね、そうそう、本当にコメント固定したい。そうグランマがよくね天むすを作ってくるんですよ、私エビが好きなので。だから毎回天むすがねラップで作ってもらうんですよ、私だけ専用で。そうだからラップで作ってない天むすは食べれないので、だけどあのグランマ言ったじゃないですか、ちょっとあのデヴィ夫人的な性格なので食べてくれないことにショックを受けるんですよ。もうなんで食べてくれないのグランマのって言って、無理なものは無理なのって言っていつも言ってます。そうそう、今日よく聞かね聞かれますね、違いますよ。でもなんか今日ねフォロワーさんがね1850人目標にしたいなって、目標高くということで、あの目標高くねしようかなと思ってますので。そう目標高く、ママに言われたんでしょ、なんかそうそう1850人、毎回そうなんです、毎回一口ちょうだいも無理、えそんな好きじゃないな、うん、でも友達とかがね一口ちょうだいっていうやりとりあるじゃないですか。でも私が結構なんか潔癖症ってことは分かってるのであんまその聞いてこないんですけど、そうそうそう、たまにあるとまあでもまあしょうがないって思う時はあります。でもね天むすをねよく作ってくれるって話をしたじゃないですか、その時なんかエビを揚げた時のあの天かすをですねあのうどんとかに入れると美味しいんですよ。その何天むすってエビを揚げるじゃないですか、その時の揚げた天かすをですねおうどんに入れて食べると美味しいんですよ。それは食べます、おうどんは。その時は我慢するんだ、うん、それかもう普通になんかラップでもう一回作ってもらいます。うん、エビ好きなので妹エビ食べれない、好きじゃないんですよ、珍しいですよね、ちっちゃい子がエビ嫌いって珍しいなと思うんですけど、そうだから天むすはそうそう、まあでも大体グラマがちゃんとラップで作ってくれたよう別に置いといてくれます。そう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 、昨日もなんかそうあの半ぶっこしようって言ったんですよ、そうそうグラマと。何を半分こしようって言ったのかな、そうそう、あとなんかフルーツとかもそうなんかフルーツ食べたいとか言ってて言うじゃないですか。でなんかママはやっぱりもうなんか自分で皮剥いてみたらとか切なんか包丁でね作業したらって言われるんですけど、嫌だからいつもグランマにそういうの頼みますね、やってって。そうそうそう、何でもグランマに頼みます。そうでもグラマはいいよって言うんですけど、なんかママはもう甘やかしちゃダメって言うんですけどね、グラマはいいよって言いますよ。でもなんかそう私がこれ誰作ったのって言うんですよ、したらなんかグラマが嘘なんですよ多分、ママが作ったよって、ママが作ったって言ったら私が食べると思って言うんですけど、いや絶対違うなって思って。そうデコポンっていうねあのフルーツ、なんか大きいオレンジ、オレンジみかんみたいな、みかんみたいなでかいの知りません？そう、それは手で剥けないからいつもグラムにあの切ってきてって頼みます。あとなんかお皿とかもグラムに片付けてきてって
そうですね。でも私手料理作る方いないんです、いないからなんかもういいやって思ってきちゃったりもする。でも一人暮らししたら大変ですよね、うん、そうそうそう。もう私ママのオムライスが好きって以前言ったじゃないですか。そうだからあのオムライスが作れるようになればもういいかなと思ってます。あ、生姜焼き、生姜焼きも、そう生姜焼きね、そうです。何何ポン、えどこポンって書いてくれたのかな。ででデコポン、袋ごと食べれる。そうなんだ。そうそう、今日も45分になったらランキングを言おうかな。デポか。だから星にならなかったのかな。デコポンね、デコポンね。私オレンジ系好きじゃないですか。オレンジジュース好きって言っても言ったんですけど、本当にオレンジみかん好きなので、デコポンも好きなんですけど、そう自分で剥けないから、私なんか一回知らずに自分で剥けると思って、指でこうやって剥こうと思ったら全然剥けないから、その時になんかグラマーお家にいなくて、なんかお庭でなんかお花の水あげたりだとかいろいろしてたんですよ。そうだからグラマーが帰ってくるまでずっと待ってました。グラマーになんか自分で切ってみたらって言われたんですけど、いやいいって言って、グラマ待つって言って、グラマ帰ってくるの待って、グラマ帰ってきてすぐにデコポン食べたいから切ってって言って頼みました。そうそう、でも美味しい、ちょっと酸っぱいけどでも美味しい。グラマ優しい、そうグラマはね一番多分優しい、一番優しいっていうか多分私を一番甘やかしてくれてます。だからでもね、ママもママで別になんかすごいなんかダメって言うわけじゃないんですけど、そう特にグランマとパパにそう甘やかしすぎだって、甘やかしすぎだって言い方してるんですけど、甘やかしちゃダメでしょっていう感じで言いますねーって感じで、ママママで、ね、あのグランマになんかみーちゃん甘やかしすぎじゃないって言ったりするから、結局みんな言われちゃってる。でも自分では全然なんか甘やかしてるとかわかんないから、そうそうそう、けどなんかなんていうのかな、友達とかとグループ電話とかしてる時とかにあのママが登場したいとかするじゃないですか、たまにね。その時になんかみんながなんか仲良くなっちゃうんですよ、ママと。だからあーミクロのママみたいな、そうそうそう感じで、なんか会話に参加をするというね。そう今まで先輩とか、え全然ないです。あの厳しくされ、なんか先生とかにもそうあんまり別に怒られなくて、みんなよく言われるのはそう、なんであの言い方が優しいんだって。そうなんか私が初めて教科担当になった先生がいたんですけど、なんかその先生、その自分のクラスにその私が初めて教科担当になった先生、だからなんていうの、中2で初めて教科担当になった先生が中1でもその教えてたみたいで、でも自分は担当されてないからどんな先生か分かんないじゃないですか。で私がなんか一言ポンって言っちゃったんですけど、その一回もう担当された子たちがもうやばい、今の発言はやばいよみたいな、絶対怒る怒るみたいな、ヒヤヒヤしたことが何回かあるらしくて、けどなんか先生は全然別に笑って返してくれるっていう、分かんない、裏ではすごい怒ってたんですかね、分かんないけど。そんな感じです。だからみんながなんでって言ってました。あんまそうないんですよ、怒られたこと。あーなんかテレビで見て一回やってみたくて、なんか消しゴムとかをポンって投げて見ないでキャッチするっていうのを、あのなんか実習じゃないですけどなんかやった時に、そうそう一番後ろでねこうやってポンって投げて、そうそう、だからでもなんか一回先生に言われたのがなんかこんなんだけど、なんかなんていうのかな、まあ、普通なんかこんな生徒がずっといたら多分なんかもう放っておくと思うんですけど、先生たちは何かと学年が変わったりしても、なんかクラスが違ったとしても、なんかいろいろあの心配を、やべえ生徒は違いますよね。じゃあ本当なんか流行ってたんですよ、なんか
そこで見ないで、ペットボトルとかをこうやってパーンってやって見ないでキャッチっていうのを見て、友達と喋ってて、で自分一番後ろのね、右から3列目の一番後ろだったんです。めっちゃ覚えてるんですけど、で友達が一番端の一人席だったんです。だから私はこうやって後ろ向いてこうやってキャッチしてたら、どっか飛んでっちゃって消しゴムが。でさ、なんか先生がなんか後ろ何やってんのみたいな言われて、すいませんみたいな感じだった。あ、でも私あの選択科目を、私書道なんですけど、あの書道の先生に私怒られたことありますよ。怒られた？なんて言うんだろう、私後ろから2番目なんですけどね、書道の教室クラスが。で書道のクラスってあの自分たちのクラスの組だけじゃないんですよ、選択科目だから。何組の書道の選択取ってる子、何組の書道、何組の書道が一クラスになったりするんですけど、それ授業中、授業中っていうか授業中じゃないな、なんかなんていうのかな、私あるんですよ、なんかテスト期間中に、テストのまあ3日前ぐらいになんかその好きな自由な科目していい授業があって、でも大体みんなやってないんですよ、みんな喋って終わるんですけど、その1時間だからみんなすごいその時期が好きなんですよね。好きな、もう席移動しまくって喋れるから、その時に消しゴムを投げてたんです。だからそんな真面目な授業じゃなかったかも、おしゃべり授業、実習のみたいな感じ。そうそうそう、なんか分かんないとこあるならその先生に聞くみたいな感じの授業があって、そうそう。で、あのすごいみんなが真面目にこんな授業してんのに、私だけ消しゴムポンとか言って、それはないですよ、それはない、自分もちゃんと前見てますよ。そう、何の話だっけ。あ、そう、書道の先生に、私後ろの子が同じクラスで仲いいから喋ってたら、なんか毎回後ろから2列目の方みたいな感じで言われるから、私じゃんみたいなことがあったりだとか、その先生なんか理不尽によくなんか注意するのであんまり人気なかったんですけど、なんかその先生はなんかその先生のことを褒め続けたら成績が上がるって聞いて、みんな褒めまくってました。先生今日の服かわいいですねとか言って、私はそんなことしなかったけどそうっていう感じ。書道ね、書道好きなのに、なんかその先生のせいでって言っちゃいけないけど、なんかその先生があんまり私は合わなかったので、そう、楽しくなかった書道が。そう、書道自体は好きです。そう、書いてるの楽しい。ママも昔あの書道やってたりとかして、だから自分もすごい書道好きで楽しい。褒めたら成績上がるってすごいな。そうそうそう、褒めたら成績上がる、すごい簡単な先生だねって言ってみんなに喋ったんですけど、私はなんかあんまそういう褒めて別に成績上がりたいわけじゃないじゃないですかだから別に褒めなかったし、その先生の名前さえもむしろ分かんないっていう感じの距離と言いますか。字が上手だもんね。そう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 、ってすごい上手じゃない。でも自分ほんともともと丸字だったので、もうすごい丸い字だったんですよ。けどなんか書道、そう、書に選んでいただいたりとかしてね、どんどんなんかそう、ママとかにも教えてもらったりとか。そうそう、なんか小学校の時からね、なんか書道の授業があったりとかして、そうそう。しかもなんか毎回なんかその何、長期休みの宿題で書道出たりとかもするし、だからそうそう。でなんか別にそんなにすごい自信があったわけじゃないんですよ、その書道に関して。字とかも、字綺麗だねって言われる、字可愛いねって言われることが多くて、丸字だったんでね。そうだけど、やっぱこうやって丸字ってあんま良くないのかなと思って、字をなるべく丸字にしないようにね意識してるんですけど。ハート100個ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、でも字書くのね、書道ね、その先生と合わなかったので、あんまり授業自体は好きじゃないしかも先生話長いし、なんか声ちっちゃいんですよ先生。全然後ろまで聞こえなくて、でその私の後ろの席の子がその先生のこと好きじゃないから、先生聞こえませんって言って、でも先生があって言って、なんかでっかい声出してるつもりなんでしょうけど、全然ボソ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 聞こえるんですよ。そう、なんか何言ってるか全然わかんないってっていう感じでした。
書道を書くことは好きだけど、その先生の話が長すぎて書く時間がほんと少ないんですよ。そう、1時間丸々書いてた方が私は楽なんですけどね。もうほんと1時間の半分以上先生の話っていう、ほんとに嫌でした。だから書道は好きだけど、なんか何選択科目違うのにすればよかったって思ったりもしたんですけどね。そう、大事ですよね選択科目。学校では怖いかも。全然怖くない、怖くないよ。このまま、本当にこのまま、全然怖くない。怖い？怖くない、全然友達いますし、いますし、全然怖くない。全然だよ。でもすごいなんか真面目、なんかすごいなんかガリ勉っていう真面目さはなかったけど、全然バイバイニコニコしてました、ずっとしてました。今もしてるけど、多分前の方がしてたかな。今はちょっと大人になってるかもしれないけど、あ、それありますかもね、ありますかもねってあるかもしれない、もうって。そうそう、美術、そうそう、美術の先生が仲いい先生だったから、そう美術にすればよかったと思って、で友達が美術取ってたんで、毎回その授業終わった後にその友達のクラスに行ってお昼を食べるんですけど、あのランルに行ったりとかするときは、そうそうそう、先生になんかもう美術にすればよかったとか言ったら、なんで美術取ってくれなかったのって言われたことが ありますよ。だからねって言って、しかもその担当の先生が分かんないじゃないですか。だから私は普通に書道にパッて入れたんですよ。書道好きだからそうっていう感じなんですけど、そうそう、そしたら先生がね、なんでミクル取ってくれなかったのって言うからねえって言って、私も美術に撮ったらよかったとか言ったら、いや本当にってなんかつまんないよって言われて、私がじゃあ今度勝手に美術聞こうかなって言って冗談で言ってたりとか。そう、あ、自分もそうです、書道美術音楽、私音楽本当ダメなので、音楽はもうびっくりするぐらい楽譜読めないんですよ。そうそう、本当に音楽のテストはちょっといつも悲惨だったかな、悲惨の悲惨だったかな。ドラマに毎回ね、そのテストの点数言う時に、あの最初に言うんですよ、ちょっと音楽やばいですっていうことを言うんですけど、ママがもう音楽はやってないから、そうピアノもやってなくて、だからねピアノを やらせた方がいいんだろうなって思いました。子供には何かしら楽器と言いますか、私はもうリコーダーが一番いいです。カスタネットとか簡単なやつがいい。いくら泳げるの、え、私背泳ぎが一番好きなんですよ。これ言うとえって言われるんですけど、背泳ぎが一番好きで、でも私一回溺れたことあるんですよ。そう、まだ溺れてからはちょっとなんかプールとか怖いなと思うようになったけど、背泳ぎが一番タイム早いんですよ。背泳ぎのタイムは本当に早い。クロールは、まあ、ゆっくり私は泳ぎます。バタフライはできない。なんか平泳ぎは私、あの足の形ができなくて、あれ家になぜに背泳ぎ、え、背泳ぎって楽じゃないですか。なんかもうこうやって泳いでるだけで進むんですよ。しかも上見てるだけで終わるっていう、もう最高。でもなんかクロールっていちいち息継ぎとかしないといけないじゃないですか。だから嫌いだからなんかテストの時もなんか、あ、そう、クロールが本当好きじゃなくて、だからか、私あのテストあれでした、ビート板持ってこうやって進むのでも OK って言われたんですよ、立たなければ。そうだから私は前髪の毛濡れちゃうし嫌だからって言ってビート板でこうやってさあみんなに、え、別に泳げるよねって言われたから、泳げるけどって。でもそれでも成績変わんなかったんです。変わんないんですよ。そのビート板使おうとクロールでも別になんかそれなんか大してなかったので、あ、よかったと思って。でも私は背泳ぎが一番好きです。背泳ぎ本当に得意で、今まで全部なんか好きな種目で
あもう泳いでいいって言われた時は基本私背泳ぎ派です。そうそう、あのピアノ処分しちゃったんですよ。そうそう処分しちゃった。そうプールって嫌じゃないですか。もう一元プールだったんですよ高一の時。そうそう公認はどうなんでしょうね。どうなんだろう。まだプールは2学期とかかな。中学の時はずっとプール休んでました出たくないから何かしら仮病を使ってたけど、まあ入ったけど結局ね。そうだけど高校は厳しいじゃないですか。そうだから頑張って入ってましたよ。嫌だプール嫌い。まず帽子をかぶんなきゃいけない。その時点で前髪がまず崩れるじゃないですか。え、なんか本当のね話をしちゃうと、私あの前髪が崩れちゃうからみんなカーラーを持ってたんですけど、私は宿毛をかけてるせいであのカーラーをねしても負けないんですよ。だから私はちっちゃいコテを持ってってこそっとコンセントさして一瞬パッて。結構みんなそうでしたね。やっぱ女子だからね、みんな前髪命なんですよ皆さん。だからドライヤーで乾かしてね、すぐもうプールの更衣室出た瞬間みんなもうドライヤーの取り合いのように、だから私がもうすぐ「ドライ前髪」って言って乾かして。だからみんななんか工夫してましたね。帽子を二重にかぶるとかいろいろしてました。ここえ羨ましいです。もう小学校の時かなプールね。そうそう答えはさすがに怒られそう。あでも私あの急に先生入ってきて、そうか急いで熱いコテをね持って自分の席まで走って火傷をしてですね、そのあのママにもうあの先生のせいで私は火傷をしたって怒ってました本当に痛くて火傷が。二重って効果あるの？え効果あります。二重帽子二重にかぶると全然髪の毛濡れてないし、友達二重にかぶってて全然濡れてなくて、でも私2枚帽子ないからプールね嫌でした。もうほんと憂鬱すぎて、もう朝ずっとママに今日プールなんだけど最悪って言って。友達とかねたまになんかバスタオル忘れてきちゃったから入れませんとか、まあ、羨ましいと思います。もう私入りたくないんだけどって思いながらそれは自己で、そうそうそう、だからママにそれはみーちゃん悪いよって言われました。おっしゃる通り、おっしゃる通り私が悪いんですけど、そうそう、そんな急に入ってこないでって。あとあれですね、あの体育とかのまた次の授業の方があんまみんな好きじゃない授業だと、まだ着替えてるから入らないでっていうやり取りをねするっていう。コテやドライヤー見つかったら、えドライヤーはついてます。あのドライヤーは持参じゃなくてあの置いてあるんですよドライヤーが。そうそうそう、コテは没収ですよ。コテは没収、もちろん没収。もう化粧品とかコテも携帯も没収です。そうでもなんか水泳とかはなんか親が一言なんか書かないといけないんですよ。なんかあの休みますと、私はいつも前日とか朝とか忙しい時に、あ今日プールだったからって言って書いて紙って言ってママが書いたりとか、たまにねあのママに書いてっていうの忘れたりとかした時はね、あの友達、字が上手な友達に書いてもらってました。そうそうそれくらい入りたくなくて中学の時はね。高校はちゃんと入ってました。携帯もそう、携帯持ち込みは OK なんですけど使っちゃダメなんですよって言って、守る人いないですよねそんなルールを。でも結構みんな没収されてます。ママは素直に書いて、あ書いてくれます。そうそう書いてくれる。でもなんかさすがにちょっと休みすぎだとちょっと次ぐらいはちゃんと出たらなって言われます。だからテストの時はちゃんと泳いでました。そうそう成績あのなくなっちゃうじゃないですか。だからテストの時はちゃんと受けてたんですけどっていう感じです。それくらいプールはねほんと嫌だった。体育もね好きじゃなかった。ほんとに走るのはまだいいんですけどね、鉢巻きかぶるとあれじゃないですか。まだ何かしらそんな素直じゃないかな。でもちょっと帰りには返してもらえる、え返してもらえないです。携帯はあのママが取りに来ないといけないんですよ学校に。そうで返してもらう。でメイク用品は
なんか卒業まで返してもらえないみたいな言ってたんですけど、私はその学年終わりの時に返してもらいました。あとはなんか卒業式に没収されたものを返してもらった。だからみんなあの没収の袋の中にその学年のだから自分と同学年の子たちもみんなおちゃらけてるので見たらもうカーラーリップ漫画なんかいろんな写真集雑誌みんなブワーって入ってて、でもなんかその没収された例えば漫画だったりとか本だったりとかって全部先生たちがチェックするんですよ。だからみんなやばいみたいな、ちょっと先生に見られたくないよみたいな言ってました。そうそう、やっぱ暇だとみんな癒しを求めたりとかするんですよ。だから好きな漫画とかねアニメとか見たりとかね、なんか、うん、だから携帯を没収されるのはみんなやっぱ嫌じゃないですか。でもみんなやっぱ使うから、そうそう、先生が急に入ってきた時のみんなの隠す感じもさっとか、やっぱ友達がちょっとバレそうになった時とかってみんなそういう時にねあのかばうのでチームワークがすごいんですよみんな、うん、女子校だからかな、なんかそういうとこありますね。でも自分の高1の時の担任の先生は絶対気づいてるんですよ。けどやっぱ多分なんか先生たちも先生たちでその募集したら大変じゃないですか。だから多分しなかったのかな。それからちょっと年配の先生方だとあんま気づかないというね、動きが遅いからって言ってみんなが言ってました。自分は身だしなみ検査は爪が引っかかるって言ったじゃないですか。そうそう、あとは何だろう、リップかな、色付きリップダメって。だからほんと薄いリップ、あだからねなんかほんと血色感がなさすぎて私お化けみたいなんですよ。だからこのリップをですね私持ち歩いてましたずっと。でもみんなねあのリップをポッケに入れるのはいいんですけど、廊下で走り回ってる時にあのボトって落とすんですよみんな携帯なの、あなんかもういろんなこと、だからそれでバレたりとかするとわあもうそんな鬼ごっこなんかしなきゃよかったのにって見て思ったり。そうそう、でもね没収されたものを卒業式に返されるのってもう最悪じゃないですか。もう忘れてるよ。違う、なんか私仲いい子じゃないんですけど、そんなにあのオセロを募集されてる子がいたんですよ。えって思いません、オセロで。なんか募集される時に、あ募集じゃない返してもらう時に一回一回なんか部屋に行かなきゃいけないんですよ。で私は何々募集されましたって言ってその学年主任の方とかが返すんですよ。これから気をつけてくださいねっていう風に返すんですけど、あのその一人の子がほんとちっちゃいオセロ分かりますか、本当にもうその大きいじゃなくてちっちゃいサイズのオセロを没収されちゃったみたいで、返してもらった時にあの先生一緒にオセロしませんかって誘ってたんですよ。えこの子すごいなと思って、没収されて返されてすぐ先生一緒にオセロしませんかって、すごいこの子と思って、そうそう変な子だなと思って、しかもなんか没収されて例えばこうやってハンドクリーム没収されたら付箋に名字書いてあるんですよ。だから私名字じゃなくて下の名前で全部書かれてたんですよ。私はリップを取られてましたね。トランプは OK だった気がする。どうなんだろう、なんか全然わかんないそういうとこ、なんかもう、うん、で他はやっぱ他の学校と同じかな、なんか髪の毛染めちゃダメだよとか、なんだろうピアス開けちゃダメだよとかネイルしちゃダメだよとか、けどみんなやっぱ足にはネイルしてましたよね。そうそう、だプールの時にたまに全然取れてなかったりとかネイルが。そうでもカーラーとかやっぱ取られちゃうかなみんな、うん。で私はなんか下の名前で書いてましたね、ミクルって。なんでそこ名字じゃないのって思うんですけど、あの私そんな別にいろんな先生に募集されるわけじゃないじゃないですか。一人の子とかはなんかえみたいな、そうそうそう、全然違う学年の先生とかに取られたりとかしてたんですけど、自分はなんか毎回って別にそんな私すごい募集されてなかったんですけど、1個リップが入ってたとかそれだけ。
何十個も入ってる子いますけどね、全然リップ、なんかそんなにリップ買うのみたいな。意外といい子だったのかもしれない。いや多分違います、多分私が下の名前で呼ばれてるんですよ先生たちに。本当にみんな下の名前、名字で呼ぶ方ほとんどいない。そうそうそう、なんか名字で呼んでた先生でも急に下の名前で呼び出すんですよみんな。えみたいな、呼び方が変わってるって思ってっていう感じだから多分。そうそう、でも私あのタイムカプセルを10歳の時に埋めたので20歳になったら開けれるんですよ、楽しみですよねっていうタイムカプセルで思い出したもう本当に下の名前で呼ばれることが多かったから多分下の名前かな、何に関しても下の名前でしたね。そうそう、先生からもらう付箋とかも全部下の名前。えそういうことなんですかね、先生たち可愛い名前何入れたか覚えて、え全然覚えてない、ちょっと目が痛い、やばい、名前で呼ぶ人苦手だ。えでも名前の方が私はありがたかったかも、なんか名字で来とって言われるよりは普通にミクルって呼ばれた方が良かった。ほんとみんなミクルでした。でもなんかちょっとお年寄りの先生の方は名字かな、けどほとんどもう下かな。そうそう下ですね、私苦手。うん、なんかたまに先生でいるじゃないですか、なんか自分のクラスの子しか下の名前で呼ばないとかあるじゃないですか。でも自分全然、なんででしょうね。あそういうことなのかな。でもなんかそれならみんなも下の名前で呼んでほしいですよね。なんか私だけそんな、そうそう私高1の時に一人だけ下の名前だったんですよ担任の先生から。だからもう疑問でしたもん、えなんでだろうと思って。なんかプリントとか配るじゃないですか、でみんな名字で呼ぶんですよ。例えばなんかああだったらじゃあ何あおきとかなんかああなんちゃらあなんちゃらっていういいとか言って呼ぶじゃないですか。私だけ下の名前でえなんでと思って先生に聞いたことあります。なんで私だけ下の名前なのって聞いたら、あの他の先生だってみんな下の名前だからって言って、なんか下の名前でってあそういうことなんですねって最初びっくりしましたもん。みんなに言われてた、なんでって。そうそう、なんか同じ名字がいるから私が下の名前で呼ばれてるならまだわかるんですけど、誰も同じ名字いなくてクラスにはっていう。だから全部プリント配る時も名前呼ばれる時も全部下の名前。先生はあいつの人だって、えわかんない先生ど何の人なんだろうどこ出身わかんないそうそう今まで全部下でしたね。でもなんか大体あれじゃないですか、前の学年の先生が次の学年の人にこれ子ってどういう子かっていうのを教えるじゃないですか。大体私すぐ名前出ちゃうんですよねあそういうこと、親しみやすいから来るって呼びたくないあそれはありがとうございますですね。呼んで名前を呼んでくださる嬉しいでしょ、名字よりは。けどなんか一人だけ名前は嫌だったかな、なんかそうそうっていう感じです。ない、何がないんだ。こんばんは、ほんまにゃんさんこんばんは、ありがとうございます。45分にランキング言うって言ったけど、じゃあ昨日と一緒でじゃあ9時にランキングを言おうかな。それいらないよねってなっちゃう。私別にその下の名前で呼んでくださいって皆さん先生に言ってないですよ。私はこと皆さん下の名前で呼んでくださいねとは言わないんですけど。そうそう、でもなんか次の学年とかに行くと前の学年の先生とかと会ったどうって毎回聞いてくるんですよ。皆さん優しいですね。そうそう優しい、心配してくれてますよ心配っていうとなんかすごい私悪い子みたいだったってなっちゃうけど、そういう意味じゃなくて全然悪い子じゃないんですよ私。本当に本当に全然悪い子じゃなかった。ありがとうございます、ハート100個受け取ってありがとうございます。うん、本当になんか普通の
学生本当に他のことで。皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。同じ名字の人に会ったことない。あ、そういうことなんですね、うん、自分は結構ありますねそう、自分は結構、うん、先輩とかにもいましたし、あとは後輩にもいるっていう。悪い子はみんなそういう、でも本当に違うんですよ。悪い子じゃなかった、なんか明るいかったのかな。今はそんな明るくない気がするなんか言った通り、何、周りを見てる感じです、静かに。けど前は結構なんかキャピキャピしてたかな、みんなでワイワイみたいな感じ。そうそう、そう。でも悪い子はみんなそのあるじゃないですか、結構なんか悪い子はここのクラスに集まるって、その大量に集まるわけじゃないですよ。だけどなんか特にここのクラスに行きやすいみたいなないですか。私の学校はよくあって、あ、おすすめ、あ、模様ドラゴンズさん、昔はキャピキャピギャルっぽく、え、そんなギャルじゃないよ全然。キャピキャピってなんて言ったらいいんだろう、なんかおはようみたいな、いやそんなんじゃない、おはようは言わないかな、私朝は静かですね。そうそう、いやなんか全然、うん、普通あったね、 ありますよね。そうそう、でも自分そのクラスにはなったことないんですよ、ありがたい。そう、そこになりたくなくて毎回ママに言うんですよ、私が。なんかそこのクラスになったらどうしようって。大体そこのクラスはその何組って決まってるんですよ。大体なんか担任の先生も厳しい人がなったりとかするんですね。そうで、高校もあって、そのクラスがで、私が絶対そこに行くだろうなって予想してた子がいたんですけど、そうで、担任の先生が一番怖い先生で、そうそう、わー辛いそれはって思って。そうだけど私はそこのそういうクラスにはなったことないので、一応いいのかなっていう感じ。パパのミクロの昔、あ、ね、見てみよう、パパ、パパね、にゃん組既読スルーされてるパパにパパ既読スルー、まあ送ってもらった、あ、写真来た多分可愛い写真がいいですよね、可愛い写真にしてっていうかな。可愛い写真あるといいですね。心を込めてハート、ありがとうございます。可愛い写真来るかな、忙しいんですかね、なんか探してくれてんのかな。そうそうね、なんかここにあるんですけど、多分ドタバタしちゃう気がする、フォルダ出したら。そうそう、あるんですよ、私の写真も本当に大量にあるんですよね。パパルンコ見たい、可愛い写真来たらいいね。そう、フォルダがあるんだよここに、けどドタバタしちゃうからさ。待ってね、でもまた来たら次の配信でもメールかなんかにもされたらいいですね。うん、そうそう、来たらじゃあなんか、そうそう、か自分の何フォルダかなんか見て可愛い写真あったら撮ってメールに載せようかなメール限定のになっちゃうでも本当にどんなのだったんだろう私。あ、でも言いましたよね、私カメラ向けられるとずっとこのポーズをしてたっていうのは。ハート500個ありがとうございます、マネさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そうそうそう、ずっと同じポーズしてた。だからね、何
あの毎回そう。頑張って。ぜひちょっとメールにあげようかな。配信でも見されたらいいけど、ちょっと恥ずかしいかもしれない。でもほんとね、昔はちっちゃい頃はずっとカメラ向けられるとずっとこのポーズをしてました。だからなんかビデオカメラとかも全部このポーズこうやってやってた。恥ずかしいですね今思うと。なんでそのポーズ、どこでそのポーズを学んだのでしょうって感じっていう感じ。あ、なんか送られてきたけどさ、これさ、お店の名前載ってるからあんま見せられないかも。すごい顔が悪いですね。ちょっと可愛い写真ないかな。可愛い写真がいい。でもこれお店の場所がバレちゃう多分。それはやばい気がする。ちょっとなんかお家とかで撮ったちっちゃい子の写真がいいですね。あー、これも、うん、妹に似てるって。今になって思いますね。そう、妹に似てますね。今は小さい子の写真が見れるのもめだけ。あ、そうですそうです、もめだけです。今パパ多分ね、写真を探してくれてるんでしょうね、フォルダから。そうそうそう、なんかすごいご飯屋さんでパパが写真撮ってくるんですよねいつも。だから毎回なんかご飯屋さんのなんていうんですか、ご飯名っていうんですか、なんか載ってる。ハートさん、言葉ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そうそう、それやめといた方がいい。そう、お店がとか、あとなんか全部ご飯屋さん。パパは写真、パパはどうなんだろう。でも結構なんか写真送ってって言ってきますよ。これもなんか焼肉屋さんで撮ってる写真だけど全然可愛くない顔が。パパの写真の撮り方のセンスのなさがすごいですね。顔が丸すぎて。そう、なんか別に太ってたわけじゃないんですよちっちゃい頃。だけどなんか顔が丸い、やだ。下向いてると後頭部しか映ってない。下向いちゃうんですよ携帯を触ってると、すいません。そうそう、これもなんかあれなんだよね、全部ご飯食べてる。なんか二の腕とか細すぎて、戻りたいですこんな細さに。細い、いいですね細いのは。小さい頃の写真なら変顔、え、私ちっちゃい頃も変顔しない人でした。てか変顔人生でそんなしたことないくらい本当に無縁ですね変顔とは。全部こうやって笑ってます、これかこれか。そんな感じ本当に。いや、初見さん、ヒャッハメンバー、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ニコルンが何々ことはないんでしょ。あ、写真ありました。あ、でも、あ、待って、でもこれ隣にキャラクター写ってる、あの写っちゃダメなキャラクター、ちょっと待って、隠したい隠したい、どうやって隠したらいいんだろう。でも反射しちゃう、あ、反射しちゃう、ほら、あ、しかもママって見えちゃってる。ちょっとどうやって隠したらいいのこれ。あ、保存する。保存する。あ、もうダメ見えない。ちょっと待って、充電器さん抜きますね。あ、もう見えない、見えないよ。あ、こうやって、あ、まあ、見えちゃう見えちゃう見えちゃう、怖い、なんかこういうのこんな感じ。あ、見えないよ、もう。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。どうしようどうしよう、なんかシェーディングかなんかで隠しますね。じゃあ、こんな感じ。
とりあえず手切れ見える？見えるかな？見えないよね。ちょっともうちょっとアップこんな感じ。あ、そう、髪の毛長いですね。髪の毛長いし、あの二度でムチっとしてる。この時なんだろう、あ、この時はすごい焼けてる。この時はなんかもうディズニーとかなんかいろんなとこばっか行ってたから焼けてますね。甘え髪ないし、髪の毛もなんか長くて茶色くて、そうそう、こんな感じ。変な顔してるけど、この写真全然可愛くない。隣のキャラクターの方が可愛いですねそうそう、これは何歳の時なんだろう、幼稚園の時かな。よかった、見れた皆さん。そう、前髪ない、前髪作ったの未小学生の時なんですよ。そう、憧れて、もう前に送って保存していい。え、でもブサイクこれ、ちょっとこれ今探しちゃダメなのかな。やめた方がいいですよね。ドタバタザーとか言って言っちゃうからやめとこ。何歳頃わかんない。そしたら怖いネズミがいる。そう、リボンがついたね。いや、私ほんと昔は日焼けしてる。こんばんは、カロキヨシさん、こんばんは。ランキング言おうかな。ちょっとフォルダの写真ちょっと今探しちゃダメだよね。みんなあれだよね、画面から私いなくなっちゃったらあれってなっちゃうかな。妹ちゃんと似てる、妹と似てる気がします。でも私は、私いつも言います、妹より可愛いでしょってそう、彼にはリボン、あ、そう、リボンついてた。え、でも今ここいなくなっちゃったらやばいですよね。私一瞬だけでも、また今度じゃ探しときますね。もう終わっちゃう感じ。そうですね。でもなんか探すのはいいけど、なんか可愛い写真あっか自信ない、うん、そう。でも今はね、ほんと今こうやってライトつけてるけど、ライト消したら、あ、でもこのライトだと、あ、でも色白いんですよ自分で言うのあれだけど、でもほんとに今日妹は結構、何、幼稚園で、何、あの日焼けをねしてるの、幼稚園で外で遊んだりとかして日焼けをしてるんですけど、私あの本当に色白すぎて、今日妹とこうやって手の色をね比べたら、あの白すぎてびっくりしました、自分の。そのいや、もう全然びっくりしました。笑ってる、わらわら笑ってるね。可愛いのあったら、もう私は自分のフォルダで保存したんですけど消しましたやだ、もう自分、うん、なんか可愛いのあったらじゃあメールかなんかに載せようかな。うん、ちょっと今の危なかったですね、隣にちょっと映っちゃったらもう危ない危ないって感じ、怖い怖いってなっちゃうんですけど、そう、映してよくて可愛いのがあったらメールに載せます、載せますね。そうそう、でもね、めちゃめちゃフォルあるんですよ、私、あの写真集、写真集じゃないね、自分のちっちゃい頃の写真とかがあるので探しておきます。もうメールで送ろうかな。そうですね、メールの特典、日焼け、あ、日焼け、あ、もうやっぱインドアだから、そうそう、特に今はてか、もうずっとあれです。あ、3671、ありがとうございます。よかったら右上のハートをしてくださったら嬉しいです。そう、この3671人の方でまだフォローしてないよって方、よかったらしてくださったら嬉しいです、お願いします。でもまたなんか、でも配信でもね、ちらっと写真見せれたらいいですね。そう、紫外線に気をつけ、日焼け止めは本当、日焼け止めたくさんあります、自分。そう、毎回同じ日焼け止めを買うんですけど、自分日焼け止め塗ってその上にスプレーぶわってかけて二重にしてる、頑張ってるんですけど、私は私はそうそう、メール楽しみ、楽しみにしてください。まあ明日、あさってぐらいには載せれたらいいな、うん、私
私あの自分のことミーって言っちゃう癖があるんですね。それをね、あのね、ミーって将来言ったら恥ずかしいよって言って、じゃあなんて言ったらいいって言ったら、あたいって言ったらって言われたことあります。あたいがねって、それは恥ずかしい。だから外出ません、あの極力。そのお仕事だったりとか、あの外に出なくちゃいけない時は 出るけど、それ以外はもう出ません。みーちゃんって呼びます。あ、みーちゃんいいですね。あたいはクソ、そう、あたいはっていいなって言われたけど、あたいは変だよ。幼稚園の時の写真がいいですね。肌が、あ、そうです、肌が赤くなるタイプです、自分。そうそうそう、吸収しないんで。妹は結構吸収しちゃう、多分私も昔は吸収しちゃうタイプだったのかな。黒かったので、多分吸収しちゃうタイプだった。今は赤くなるタイプでもね。小学校の写真だと多分制服バレちゃうから、幼稚園の方がいいのかな。石津、あー、みずきちゃん、みーちゃんね。自分はでももうずっとみーちゃんって家族に呼ばれてるからあれだけど、スケイとしてはみーくるんってあだ名だから。でもほんとみーって言っちゃうんです。だからどっちのみーって質問あるんですよ。私のみーっていうのとみーちゃんのみーなのって言われるんですけど、私はみーちゃんのみーじゃなくて私のみーの意味だったんですよ。私みーはーって、そうそう、けど周りもみんなみーって呼ぶようになっちゃって、私のせいでごめんなさいって感じだった。友達がみんなみーはーって言い始めて、そうそうっていうねことが、今でもみーって呼んじゃいますね。そうそう、そうなんだよね。みーはゆうが好き、ありがとうございますみーはいいね、それいいですね。みーもゆうが好きってみーもゆうが好きよ。みくるもいいけど、みーちゃんも可愛い。そう、みーちゃんってね、昔から本当にちっちゃい子からずっとみーちゃんです、ね、グラマもみーちゃんだし、ママもみーちゃんだし、パパはみーちゃんと呼ばないけど、みーちゃん、ママの弟もみーちゃんって呼びます。いまだにみんなみーちゃんですねそうそう、それくらいなんかみーちゃん定着してるかな。そうっていう感じ。それ以外はあんまないかな。でもみーちゃん気に入ってるのでいいんですけど、でも10期生目がつく子多いね。そうですね、つく子多いですね、うん。そう、みーちゃんって呼んで、え、でもみーちゃんって呼んじゃうとかぶっちゃいますよね、みつきちゃんと。でもなんか全然いいですよ、呼んでくださって。みくるさんと話したら気を使わず、話したらで合ってるかな、星になっちゃってるけど、気を使わず楽しそう。楽しいですか、なんか私の配信とかってどうなんだろう。あんま面白い話できてないけど、そうそう、なんかもっとね楽しいお話できたら皆さん見てて楽しいかな、面白いかなと思うんですけど、そうそう、つまんなくてねそうそう、なんかなんか結構なんかゆっくり喋っちゃうことが多くて、なんかゆったりゆったり、早口であんまペラ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 喋らなかったりするけど、うん、楽しい、あ、よかったです、ありがとうございます、楽しいって言ってくださって。スクショタイムを忘れてましたね。で15分になったらスクショタイム、9時半に終わろうかな。よかったです、楽しいって言ってもらえて。ちょっと明るすぎたね、白飛びちゃん。5人も見からでも、あ、5人もいるんですね。こんばんは、のんのんさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。すごい白飛びしてない、やばいやばい、これくらいコメントされて丁寧に話してください。ありがとうございます、皆さんのコメントちゃんと見てますよ、ちゃんと見てます、ありがとうございます。この前電車の中で見てしまった、ニヤニヤ、ニヤニヤいいですね、ニヤニヤ。でもね、電車の中とかでたまにいますよね、ニヤニヤしてる方。自分もなんか笑っちゃう時あります、思い出し笑いもしちゃうんですよね。でもすぐ思い出し笑いしちゃうから、なんか大事な静かな時とかに笑っちゃいそうになる。かわいいね、ありがとうございます、ありがとうございます。最近すごいあのメールの方のデートしたら楽しそう、デート楽しいんですかね、どうなんだろう、わかんない、楽しいのかな。
わかんないデートしたら。でもそれは嬉しいです。デートしたら楽しそうって言ってもらえるのはありがとうございます。僕らきちんとコメント返してくれて話も楽しい、本当です。ありがとうございます。私も好きです。片方皆さんハート作ってくださいね。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。でも皆さんのコメントね、本当にちゃんと読ませていただいてるから、そうそう、なんか拾ってもらえなかったってね思っちゃったりすると思うんですけど、ちゃんと読んでるので、そうそうそう、ありがとうございます。こんななんか見てくださって3911人の方、本当に皆さんね、やることあるじゃないですか。なんかお風呂入ったり、ご飯食べたり、ご飯を作らなきゃいけなかったりとか、なんか子供がいる方は子供のお茶をしなきゃいけないだったりとか、犬にご飯あげなきゃいけないとか、なんかいろいろあるじゃないですか。それもなんかその中でもこうやって配信を見てくださってるの、ありがとうございます。気を使わずにすごい。皆さん妄想はするの、妄想っていうか想像してくれてるんですか。ありがとうございます。そう、でもデートしたことない、わかんない。デート、皆さんデートってどこ行くんですかね。なんかみんなの話聞いてるとあれだけど、うん、想像つかないですよね。ありがとうございます。皆さんコメントもありがとうございます。そう、でもなんか女子で学校だとそういう話になりますよね。私はもうなんか全然興味ないけど、本当に本当に興味なくて、全然みんなの話をむしろ聞いたり、みんなの話を本当になんか相談とかされるだけ、相談係なんですよ。そう、でもなんかわかんないっていう感じ。本当に皆さんどこ行くんですかね。私の友達はみんなどこ行ってんだろう。栄、あ、栄、どうなんだろう。でも一番なんか映画館の方が良さそうじゃないですか。わかんない、映画館の方がなんか喋らなくていいじゃないですか。でも多分映画館だけど、多分映画見終わった後に感想とか言って盛り上がれるんじゃないかなって私は思うけど、わかんない。皆さんどこ行きたいんだろう。未知の世界、未知の世界すぎてわからないんですけど、本当におしゃべりが好きって雰囲気。ありがとうございます。ミクロに行きたいとか、私どこ行きたいって言われたら、私多分どこでもいいって言っちゃうんですよ。なんかママにも何食べたいって言われたら何でもいいって言っちゃう人なので、多分どこ行きたいって言われたらどこでもいいって言っちゃうんですよ。だから私が多分リードっていうのは多分 V なんですよね。そうそう、多分ここ行きたいっていう、なんか行きたい場所が決まってたら、例えばお買い物行きたいとか、なんか映画見に行きたいとかあると思うんですけど、もう本当何もなかったら多分どこでもいいって言っちゃうんですよね。多分そういう女の人はダメなんだろうな、わかんない。映画の見方人によるかな。あー、どうなんだろう。水族館、まあ、水族館、はあ、そっか。みんな自分の周りの子たちはね、どこ行ってたんだろう。そうなんですよ、どこでもいいが多分一番困っちゃうんですよ。そうそうそう、だから多分相手の方を思うのであれば、多分行きたいところを決めとくべきだと思うんですよ。食べたいご飯屋さんだったりとかだけど、本当どこでも、多分その人と行ったらもう何でもいいってなっちゃうんですよ、私は。そう、私はそういう多分人間だと思います。そうそう、友達でいるんですよ、ここ行きたいとか、なんか結構ちゃんと決まってたりとかして、その話、なんか情報の時間ってパソコンとか見えるじゃないですか。だからそれで調べてるんですよ。今度ここ行くんだけどどう思うって聞かれるんですけど、私知らないしだからいいんじゃないって毎回言うんですけど、でも根拠ない、なんかそんな言っちゃうのいいんじゃないって適当に言っちゃうのも長いから、けどなんか大体聞く側なので、そう、未知なる世界です。本当に女性のどこでも、女性のどこでもいいわどうなんでしょうね、みんなお買い物。でもなんか結局なんか好きな方で入れたらそれだけでいいって感じはしませんか。私だけなのかな。ミクロに聞き上手で、もう基本的に話聞いてます。自分はおしゃべり好きですけど、ほぼみんなの話を聞くだけ。フォロワーそろそろ2000人だけど、あ、本当ですか。
それは嬉しい。何にします？ラーメン食べたい。こんばんは、どのさん、こんばんは。見事の姫に時のキャンプを休止みたいな。あー、なんか結局15分過ぎだけど結構喋っちゃうね。え、でも本当に自分多分好きな人と入れたら何でもいいんですもん。別に出かけなくていいですってなっちゃう。本当そういう人間です自分。まあ自分がインドア派なので、あんまりアウトドアな方がキャンプ行こうよとか言われたら、ちょっとキャンプってなっちゃう。チラミ水族館もですね、あの修学旅行で行ったんですけど、確かにいいですよね、綺麗で。うん、おうち時間、そうですね、おうち時間がいいと思います。まあ、うん、自分の友達はなんか栄かな、ほぼのろけを聞くためだけですね。私はもうそれで十分なんですけど、本当に。そうそう、私は別になんか、うん、お家で一緒にゲームとか、あーゲーム、あ映画、あー皆さんなんかいいですね。でもあんまなんかこういう話なんかしちゃうとあれなのかな、皆さん未知なる世界なので、まあその時になってみないと分かんないですよね。多分好きな人できてとか、なんか本当多分そういうのになってみないと分かんなそう。ちょっとランキング言わなきゃ。スクショタイム。例えばカラオケとかコスプレとか料理とかなんかやらないんでしょ。コスプレ。カラオケはまだやらないか。料理とかなんかやってほしいですか、皆さん。私もラーメン食べたい。店に行ったらラーメン。でも全然決めてないです。でも2000人ちゃんとなんか。まだ100人ちょいいるので、そうそう、なんか1900人ぐらい超えたら考えようかなと思ったんですけど、なんか皆さん案があったらぜひ教えてください。まだフォローして、あ480、まだフォローしてないよって方、よかったら右上のハートを押してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。え、ラーメン食べたいです。料理のちょっとごめんなさい、スクショタイムがあるので、あの1本どうですか？ダイエットじゃんって思うかもしれないんですけど、ちょっと2000人の記念でラーメン食べたい。ラーメン、もぐもぐ配信はリアルに、あ、そうなんですか？コスプレは何のコスプレ？でも私の制服のコスプレは可愛くないので、絶対なんか買わなきゃですね、多分その制服。ちょっとスクショタイムのために前髪を、ウーバーでラーメン、ウーバーで頼みますか？何がいいんだろう。でもコスプレ、皆さんコスプレ見たいですか？コスプレしたことない。ラーメン甘いもん食べますか？え、なんだろう、でももぐもぐ配信がいいってことですよね。なんかもぐもぐしますか？何がいいんだろう。皆さんよかったらなんかメールとかで案くださったら嬉しいかな。そうそう、今日の配信で、まあ、1850人近くいけたらいいですね。まあ、50人いかなくても、なんか、それくらい。なんだろう、何がいいんだろう。まあ、なんか考えといてください、皆さん。私はもう、コスプレは、みんなコスプレしてますか？ 10 期の子たち。どうなんだろう、わかんない。私は、ちょっとあんまコスプレは、それなら食べてる方がいいかも。なんかコスプレしちゃうとなんかおしゃべりできなさそう、みんなと。ちょっとランキングを言いたいから、多分あのお話ししながら皆さんのランキングの名前を回収しますね。コスプレ加藤さんに聞くといい。あー、なるほど、なかなか見ないからわかんない。あー、うん、コスプレ見たい。コスプレはめちゃくちゃ緊張しちゃう。したことなさすぎて、何がいいんですか？うん、そう、そっち系じゃないって、ほんとそっち系じゃない。何のコスプレしてるの、みんな。制服？何？皆さん何してるの？じゃあ連絡先を、あれですね、聞くためには。そう、あんまコスプレは、お仕事でコスプレとかだったけど、配信でコスプレはちょっと多分、恥ずかしい。照れちゃう。でも記念ですよね、2000人の。私はラーメンにしようかなと思ってたんですよ。もう本当にラーメン食べ、急にこれ怒ってない。コスプレはなんか結構勇気いるなって思って、
でもなんかせっかく2000人行ったのに、今日見た幼稚園児、あ、幼稚園児ラーメン食べたかったなそう、ラーメン食べて、ラーメン食べてコスプレでも私はコスプレやめて、あ、やめましたコスプレやめましたことないからさ、照れちゃう、なんかコスプレは。制服だったらいいんですけど、多分幼稚園とかだと多分ちょっと恥ずかしくなっちゃう。でみんな見たいのかな、まあ、それも一つの案にしようかな。まあ5月中にね2000人行けたら、じゃあ、まあ、考えておきますね。コスプレでも何のコスプレがいいんですか皆さん。なんか多分コスプレっていろいろ全身着ぐるみ、あ、着ぐるみ、着ぐるみ。ちなみにその子は幼稚園児のコスプレした状態激辛ラーメン食べてました。わお。私はね今醤油ラーメンがとても食べたいんですよ。ちょっとランキングをね、あの見たかったからちょっと待ってくださいね。何がいいんだろう、迷っちゃいますね。でもせっかく皆さんがさフォローしてくださったなら、やっぱ皆さんへの感謝だからね、いいけど、コスプレは初ですね人生多分やるなら。ちょっと後ろ見えちゃったね今。でも一つの案にしときます、もちろんそれは。けど何のコスプレがいいんだろう、やっぱコスプレっていろいろあるじゃないですか。そうそう、なんかそうやって幼稚園児の格好だって、でも幼稚園児はもう10期の子たちやっちゃったから真似になっちゃうかな、違うの方がいいのかな。ちょっと待ってくださいね、どうしようね、どうしようどうしよう。ちょっと待ってくださいね、何がいいんだろうね。ちょっと待ってくださいね。あ、ゴジラ、それはできない。そうだね、ミクル、いや嫌だというか、なんか皆さんそれで喜んでくださるのかな、私はコスプレをして、なんかそれが分かんない。ラーメンラーメンマンのコスプレ、そうです、忙しさが来ましたけど楽しいです。スクショタイム、皆さんこのスクショタイムをね、あの喜んでくださってるかもわからないけど、まあ皆さんの感謝です、その一日の配信のね。では逆に大人路線とか、あーいいですね、皆さん案をください、案をください。皆さんの案をねやっぱ取り入れたいから、自分だけがパーンってね決めるより、ちょっとじゃあ1位アンキューさんなので、アンキューさんから少しだけます、おしゃべりしながらね。これでコスプレは特に、あ、ほん、あ、ハロウィンでコスプレね、警察とか可愛いなと思います、ポリス。けど私多分そういうタイプじゃないじゃないですか。でも私一回やりたかったのは、あのメイド服着てみたくて。スクショタイムいきます、突然始まる、5秒ね。1アンキューさんです、ありがとうございます。できたかな、できたかな。そうそうそう、ちょっといろいろコスプレもまあ一つの案に入れようかな。次2位、ちょっと今前髪しか見えない2位がトモさんですね。え、そうなの？それはやばいね。どうしよう。なんかあるのかなコスプレって。調べてみようかな。あとで。そうそう。でもラーメンは食べたいな。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。来てくださって。ちょっとどうしよう。どっちで撮ろうかな。あ、もばめにもよかったら、あの、案ください。メールの方で。にいともさんです。ありがとうございます。
取れたかな、取れたら取れたって教えてくださったら嬉しいです。ありがとう、あ、こちらこそありがとうございます。どうしようね、コスプレ、ちょっとネットで調べてみます。なんか可愛いのあったら、可愛いの、うん、可愛いのがやっぱ着たいな。ならコスプレするラーメン作って食べるという流れで、え、それ、え、もう決めないです、まだまだ決めない。でも本当にただラーメン食べるだけにしようと思ってたので、どうしよう。メンバーと電話配信、あーね、リカちゃんと、そう、リカちゃんとね、またねしたいって言ってたんですよ。そうそうそう、だからまたリカちゃんと電話配信するかもしれない。3位がまやさんです、ありがとうございます。そのまやさんのアバターをまた書くので待っててくださいね。どうだろう、スクショできたかな。私の初イベントみたいな感じじゃないですか、多分2000って。そうそう、だからどうしよう、なんか皆さんが見てて楽しめて自分も楽しめて綺麗になればいいなと思うんですけど、どうですかね。ちょっと待ってくださいね。4位がブヨンさんです、待ってくださいね。ブヨンさん、あった、4位がブヨンさんです、いつもありがとうございます。取れましたか。次、5位マラーキーさんです、取れたかな、どうだろう。そう、どうしよう、迷っちゃう、迷っちゃう。次、マラーキーさん、ありがとうございます。取れたかな、取れましたか。どうだろう、どうだろう、無理はしてほしくない、ね、でもどうしようね、迷っちゃう。よかったら案ください。どうしよう、どうしよう、なんかね記念に残ってほしいなと思うから、どうなんだろう。でもコスプレをするなら可愛いコスプレがいいな。次、6位ピンクカメオさんです、ありがとうございます。6位ピンクカメオさんです、いつもありがとうございます。取れましたか、取れましたか。どうだろう。続いて7位ツージーさんです、ちょっとコメント見ますね。ありがとうございました。出遅れた。あさみさん大丈夫ですよ。まだ今ランキングなので。大丈夫ですよ。いつもありがとうございます。どうなんだろう、わかんない。どうなんでしょう。皆さんどんなコスプレをしてるんですかね。続いて7位、辻さんです。取れましたか。続いて8位コリドーさんです、ありがとうございます。8位コリドーさんです、取れましたか。続いて9位ほまにゃんさんです、ありがとうございます。
どうだろう、取れたかな。10位ナナシって書いてありますが、ウニさんですね。ウニさんありがとうございます。いつもれたかな。11位かヒロさんです。ありがとうございます。取れたかな、どうだろう、取れたかな。12、お、12ホークスさん3度目ですね。ありがとうございます、ありがとうございます。これ作ろうかな、ホークスさんありがとうございます。1個目じゃあハート。13位の、お、ニーゴ様ありがとうございます。このハートで 3展開3つのハートやるので1個目、2個目3つ目スクショできたかな。ありがとうございます、可愛く撮りました。やっぱスクショのポーズ自慢に、ありがとうございます、可愛い、ありがとうございます。 OK 撮れたよ、 OK です、ありがとうございます。ちょっとコメントが流れてましたね。撮れてありがとう。撮れました。今日もありがとう。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。撮れた。あ、よかったです。ありがとうございます。かわいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、そんな褒めてくださっていつも。アシちゃんさんもありがとうございます。4000。他にもいますね、今日も見に来てくださった方。まゆちゃんもありがとうございます、今日も見に来てくださってありがとうございます、ありがとうございます、いつもありがとうございます、返信もありがとうございます。あとトトさんもありがとうございます、今日も可愛かった、ありがとうございます。皆さんありがとうございます、褒めてくださって。そんな照れちゃいますけど、もうなんか言われ慣れなくて本当にそう照れちゃう照れちゃうよ。パンダくんさんは素敵な誕生日過ごせましたか、どうですかね、過ごせたかな。ありがとうございます、ありがとうございます。今日もたくさん、あ、よかったです、癒されましたか。ウニさんは次何の名前になるのかなできればウニって戻してほしいですけど、私はウニって名前ちょっと気に入ってました。ナナシって寂しくなっちゃう。今日も元気もらった、私も元気もらいました、皆さんから。すごい楽しかったです。カナちゃん思い出せました、よかったです。高校時代戻りたくなった。あ、4573人の方ありがとうございます。よかったらまだフォローしてないよって方がいらしたら、よかったらハートをしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。え、こちらこそありがとうございます。なんだって、そうウニって名前気に入ってます。なんかウニって言って覚えてて、こうたくさんね、あのショールーム来てくださったりしてたので、なんかなんて言うんですかね、思い出の名前って言ったら変、なんて言ったらいいんだろう、すごく好きですよウニってお名前。そうそう、顔しか映しない。ちょっと上行こうかな。そう。40分になったら終わろうかな。ちょっと光がすごいね。みんなの名前覚えて、メクロに当ててもらう曲。みんな名前変えないでくださいよ。寂しいです、変えないでくださいよ、せっかく皆さんお名前をこうやって覚えたのに、やだ
やだよ。あ、みっちゃんさん欲しい。ありがとうございます。草生えてる。ね。でも皆さん名前あんま変えないでほしいなって思っちゃう。ウニもね、気にした。たくさんね、ウニつけていただいたじゃないですか。すごい日に日に増えてたのがね、嬉しかったっていうのもあるんですけど、突然あの名前が変わって、そう、それでね覚えたりしてるから。てか他にも来てくださった方の名前とかも出そうかな。森岡さんもありがとうございます。え、私似てたんですか。どうなんだろう。今何分だ、37分。アバターたまに変える。アバターはね、いいんですよ。でもこのアバターを描きたいので、私白のね、変えないでくださいよ。マイスさん、まだちょっと描いたら変えてもいいんですけど、そうそう、できればまだちょっと変えてほしくないなって思います。そうそう、変えないでほしいな。そうそうそう、ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。いつも見に来てくださって。ぜひあのアバターはねまだいいんですよ、買うの。でも名前変えちゃうと、名前でね覚えたりとか、まあ、アバターで覚えたりとかしてたら両方変わっちゃうと、もう悲しい。誰ってなっちゃうってな感じです。すごい、4648人。そう、嬉しいです、たくさんの方ありがとうございます。そう、私はもうあれですね、明日は自分のちっちゃい子の写真を、あのあれですね、探してメールに載せるので、よかったら見てください。限定になっちゃう。トモさん、アバター描いてるし、グデ玉トモさん、じゃあちょっと覚えとくので、アバター変えないでくださいね、お願いします。アバター変わってるとあれってなっちゃう。了解です。ちょっとので待っててください。待ってて、いますよね、皆さん。なんかアバター書いてって言ってくるのがすごい嬉しい。あ、39分。パパにゲスで、パパのセンスは多分ね、変なの選びます。なんか多分私これも可愛いからいいじゃんって言うんですけど、多分私からしたら全然可愛くないって。明日明後日にね載せられたらいいなと思ってるので、待っててくださいね。可愛い写真選んできます。幼稚園の頃の写真にしようかな。あとは多分すごい結構前になると思うので、10年ぐらい前かな。でも印象もすごい、前髪なくて髪の毛長くて、なんか多分黒じゃないから髪の毛、多分なんかちょっと印象変わるかな。メイクしてないから印象ももっと変わると思うし、そういうことなので、ぜひ待っててくださいね。よし、今日はじゃあここで終わりたいと思います。4668人の方見てくださってありがとうございます。よかったらまだフォローしてないよって方がいらっしゃったら、右上のハートをミクの色のピンクにしてくださったら嬉しいです。2000人いったら何か企画をしようかなと思ってるので、よかったらよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。またね。おやすみくるー。